どうした？うつむいた彼女にできるだけ優しく声をかける。そんな俺に新入りの女性刑事は涙目で話してくれた。女は捜査の邪魔だから雑用係って。その言葉に俺は憤慨する。まさか自分が離れている間にこんなことになっているなんて。仕方ないことなんです。実際私に雑用以外にできる仕事はないので。そんな俺に慌てて彼女が声をかけてきた。しかしそれで納得して黙っていられるたちじゃない。そのため俺は内線を取り本部長を呼び出すことに。約束を守るためにも彼女を危険にさらすわけにはいかない。そして話し合った結果、部署全体を巻き込むほどの大きな騒ぎとなる。俺は沢田刑事、45歳の独身で仕事は警察で刑事をしている。ここに来るのも久しぶりだな。みんな元気にしているだろうか。俺は諸事情でしばらく違うところにいた。それは自分で望んだ移動なので特に不満はない。そして再び移動願いを出したことで、今日から4年ぶりに県警本部に帰任することに。久しぶりの県警本部に少し緊張しつつも本部長の部屋を目指して廊下を進む。あれ、沢田先輩じゃないですか。お久しぶりです。その時声をかけられて足を止める。そこにいたのは若い刑事で俺の後輩にあたる佐藤だった。ああ、久しぶりだな佐藤。そういえば今日から帰任でしたっけ。そうだ、今日からまたよろしく頼むよ。俺がそう声をかけると佐藤は嬉しそうな顔をする。今日からまた先輩と働けるって思うとやる気が出ますよ。言いながら笑みを浮かべる佐藤を観察する。以前は若さゆえかチャラチャラしたやつだったが、この4年間でしっかり成長したらしい。立派な刑事という感じに変わっている。そういえば息子ができたんですよ。そうなのか、おめでとう。それにしてもあの佐藤がお父さんか。4年前では考えられなかったな。そりゃあ4年もあればいろいろと変わりますよ。あ、でも本部の雰囲気は特に変わってませんよ。それから少し彼と世間話し、あまり変わっていないことに安堵する。じゃあ事務所でお待ちしてます。あ、また後でな。そして彼と別れて本部長の元に向かった。ん？鈴木じゃないか。え？次にすれ違ったのは警察学校時代から仲良くしている鈴木だった。俺が声をかければ彼もまた嬉しそうな表情を浮かべてくれる。おお、沢田、そうか、戻ってくるのは今日だったな。悪い、最近事件が忙しくて歓迎パーティーはやってやれないんだ。今度一杯おごるからそれで堪忍な。申し訳なさそうに言う彼に、ああ気にすんなと返す。すると鈴木はまた嬉しそうな顔に戻った。最近の若い連中はどこか冷たいんだよな。なんとなく薄情に感じる。ああ確かに、移動先でも。それから鈴木とも少し世間話をする。はじめはお互いの近況を話していたが、いつの間にか内容は若者に対する愚痴になっていた。久々に会って早々こんな話になるなんて、お互い年食ったな。鈴木の言葉に笑い合い、そのまま解散した。やがて俺は本部長室前までやってくる。沢田です。身だしなみを整えてノックする。するとすぐに入室許可が出て俺は中に入った。部屋の中にいるのは高貴な格好の女性、山口康子本部長だ。お久しぶりです山口さん。ああ失礼、山口本部長殿。俺がそう挨拶すると山口は苦笑いする。あら、嫌味かしら。別に嫌味ではないさ。笑いながら否定すると今度は微笑みを浮かべた。さて今度のことを話しましょうか。聞いていると思うけど所属は捜査課よ。話は通っているからこの後挨拶しておくようにね。そして彼女から今後のことについて説明を受けることに。俺は相槌を打ちながら彼女の話を真面目に聞いた。あなたも今年で46よね。
年齢的に現場を走り回るのがきつければ内勤に変更してもいいのよ。なーに、まだ45です。同期も現役バリバリで現場を走り回っていますし、問題はありません。それに、屋内でパソコンだの紙だのとにらめっこするのは性に合いませんから。山口の提案にそう返すと、彼女はふうっと一息つく。そして安心したような表情を浮かべた。そう、あなたはまだ私の知るあなたってことね。意味深なことを言う彼女に内心首をかしげる。しかしそれを尋ねる間もなく、仕事の細かい話が始まったので真面目に聞くことに。やがてその話も終わって、俺は部屋を出ることに。かつて県警の名トリオと呼ばれた人たちがいたわね。あなたには彼ら級の活躍を期待しているわ、沢田君。ドアノブに手をかけたとき、彼女からそう言われた。本部長、あなたの方が私なんかよりよほど嫌みったらしいですよ。俺は振り返らず、それだけ言って部屋を出た。俺が事務所に行くと、ちょうど簡易的な朝礼をやっていた。本日よりこちらに配属になった沢田刑事です。そこで俺は前に出て簡単に自己紹介する。一緒に移動で4年間本部から離れていたが、今日戻ってきたことも説明した。そんな感じで当たり障りのない挨拶を終え、まずは本部勤務のリハビリとして、雑務や捜査課の様子を見て回るなどした。今日からよろしく頼むよ。こちらこそよろしくお願いします。沢田さんのことは鈴木さんたちから聞いています。一緒に仕事ができて嬉しいです。若い刑事たちは俺との挨拶を終えるとすぐに自分の仕事を始める。鈴木は若い奴は薄情な感じがするなどと言っていた。しかしこの様子を見るに、彼らは彼らなりに熱い思いで仕事をしているように感じた。挨拶もしっかりしているし、最近の若者はという言葉が出てくるのは上の世代が若い世代を理解しようとしないだけなのかもと気づく。例の情報どうなった？ああ、それは。よし、捜査に行くぞ。はい。みんな活気があり、自分のやるべき仕事に身を投じている。その様子を見て俺も頑張ろうと意気込んだ。ん？あれは。そんな中、事務所の角で一人ポツンと座っている黒縁メガネの女性を発見した。せわしなくキーボードをパチパチ叩き、常に画面を見つめている。俺は彼女が気になり、声をかけてみることにした。おはようございます。今日から捜査課でお世話になります、沢田刑事です。おはようございます。捜査課の、泉奏と申します。え？泉？泉という名前を聞き、俺は思わずドキッとする。その名前は、俺にとって特別なものなのだ。何か。あ、ごめんなさい。古い知り合いと同じ名字だったので、ちょっとびっくりしただけです。不思議そうな顔をする奏さんに、俺は慌ててそう返す。それに彼女は、そうでしたかと深く聞かずにいてくれた。泉さんは捜査課とのことだけど、今日は体調でも悪いの？捜査課は基本的に現場を駆け回る。そのため、この時間に事務所でパソコン作業をしていることに疑問を感じ、彼女に確認をしてみた。すると、泉さんはうつむいて首を横に振った。いえ、体は至って健康です。どういうこと？どこか悲しそうに言う彼女を見て、俺はより詳しく話を聞くことにした。何でも、彼女は最近刑事になったばかりの新人らしい。そんな彼女は、普段から外を歩くことより、こうしたデスクワークを任されることが多いそうだ。しかし、新人ならなおさら、画面を睨むより現場を歩くべきだと俺は思った。チームの仲間は？皆さんは現場に出ていて。どうやら彼女は彼らの分の雑用もやっているようだ。また、他のチームの人間の雑用も任されることがあり、逆に現場に出ることはほぼないとのこと。沢田、近々事件が解決しそうだから、その時にでも飲みに行かないか？そこへ鈴木がやってきて、俺に声をかけてきた。のんきな彼を少し睨むと、鈴木は驚いたような顔をする。
おい、どうした？そんな怖い顔して。彼女、雑用ばかりで現場に出ていないそうじゃないか。今の新人教育はどうなってるんだ？ああ。俺が奏さんのことを聞くと、鈴木は気まずそうな顔をする。視線も泳いでいる様子を見ると、雑用を押し付けているのは事実らしい。なんだよ。まあ、その、いろいろとあるんだよ。説明を求めるが、彼は言葉を濁すだけ。そんな彼をさらに追求しようと迫る。あ？意味がわからないんだが。悪い。これから聞き込みなんだ。もう行かないと。すると鈴木は、これから逃げるように立ち去ってしまう。なんだよ、あいつ。その背中に小言でつぶやき、俺は泉さんに振り返った。泉さん？泉さん、これ、十部コピーしといてくれない？あと、ブラックでいいからコーヒーを頼むよ。3杯ね。俺が話しかけるのと同時に、どこからかそんな声が聞こえてくる。すると彼女は、はい、と返事して立ち上がった。沢田さん、すみません。私、行かないと。あ、いや、気にしないで。俺の方こそ、邪魔をして悪かったね。申し訳なさそうにする彼女に、俺はそう返した。それに彼女はペコリと会釈して、呼んだ人物の方に向かう。コピーだの、コーヒーだの、自分でやりゃいいだろう。子供じゃないんだから。内心そんなことを思いつつ、俺は泉さんに対する、ある疑いを抱いた。それから1ヶ月ほどが経過した。沢田先輩が来てくれたおかげで、あっという間に解決しましたよ。そんなことない。全員が真剣に捜査したおかげだ。後輩の佐藤がいるチームの一員として、現場で事件を追っていた俺。無事に事件は解決し、忙しかった日々は少し落ち着いた。じゃあ、俺はこれで。事務仕事が溜まっているから片付けてくるよ。はい、お疲れ様です。俺は溜まったデスクワークを片付けなければならず、一人憂鬱な気分で事務所に入った。多くの刑事が出払っていて、事務所はほとんどが空席だ。あれ、かなでさん？しかし、相変わらず隅っこにポツンと仕事をしている泉さんの姿が。それを見て、俺はとあることを思いついた。はいよ、お疲れさん。わっ！俺は眠気覚ましに2つ買っていた缶コーヒーの1つを画面を見ながら頭を抱える彼女にプレゼントした。それにパソコンに集中していた彼女は驚いたように俺を見る。すいません、ありがとうございます。かなでさんは少し照れたようにコーヒーを受け取る。また雑用を押し付けられてるのか？まあ。俺は内心、まだ彼女が雑用ばかりやらされている現状を憂いた。かといって本人に直接なぜと聞くのは心苦しい。頭を抱えているようだけど、どうかしたの？書類を作成していたのですが、どうしてもわからないところがあって。事務所にいらっしゃる先輩方に聞いたのですが、今忙しいからと。俺の問いかけに申し訳なさそうに答える泉さん。そしてその返答に俺は憤る。若者よりも少し上の世代の方がよっぽど薄情だと慨嘆したのだ。どれ、ちょっと見せてみ。俺は彼女の問題を解決しようと画面を覗く。デスクワークは得意ではないが、彼女を悩ませていたのは、俺も幾度なく作ってきた書類だから、すぐに解決策が分かった。ここをこう変えて、こっちに書けばいいと思うよ。こうすればよかったんですね。ありがとうございます、沢田さん。俺が教えると、彼女は感激したように言い、仕事の続きに取り掛かる。俺はすぐ近くにあるフリーの机に、ノートパソコンや資料を広げ、自分の仕事を始めた。1時間ほどした頃、俺は少し休憩しようとコーヒーをすする。そして気晴らしにと泉さんに声をかけた。泉さんはさ、テレビで刑事ドラマとか見る？はい。いくつか見ていますよ。俺の突然の質問に不思議そうな顔をする泉さん。俺もなんだよ。ああいうのってやっぱり多少現実と違うところがあるよな。そうですね。微笑みながら言うと、彼女も微笑んで、おおむね同意する。そして少しだけおかしそうに笑った。でも、そういう違いがあるおかげで、友達に
トリビアとして話せるので面白いと思います。そう言って笑う姿は年相応だ。あ、守秘義務のあることはもちろん話していませんよ。すぐにあわあわしながら必死に自己弁護する泉さん。そんな彼女に笑いつつ、俺は話題を変えてやろうと考えた。泉さんはどうして刑事になろうと思ったの？泉さんは答えるのにかなり戸惑った様子を見せる。刑事だった父に憧れたのが理由です。やがて口を開き、そう語った。その言葉を聞いた俺は、一人の人物が頭をよぎる。お父さん、刑事だったんだ。はい、父は多くの人に尊敬される素晴らしい刑事だったと聞いています。そんな父は私の誇りです。そして彼女は誇らしそうにそう語った。そこで彼女の父親のことを聞くと、事件を追う途中で撃たれてしまい、もうこの世にはいないそうだ。俺はその話を聞いて、彼女に対するある疑いを強める。沢田さんはどうして刑事を？泉さんは伸びをしながら逆に質問をしてきた。ん？俺はね、実にくだらない動機だよ。昔テレビで見たドラマの刑事に憧れた。本当にただそれだけなんだ。彼女の質問に俺は苦笑いしながら言った。俺がまだ子供の頃、たまたまテレビで見た刑事を見て、こんなかっこいい人になりたいと思って刑事を目指したのだ。それにほら、俺の下の名前が刑事だから、名前からして天職なんだ。そう言うと、彼女は先ほど以上の笑みを浮かべる。今まで暗い表情ばかり見ていたのもあり、なんだか新鮮な気分だった。素敵だと思いますよ。沢田さんは現にそれで立派な刑事をやっていらっしゃいますし。話しながら泉さんの顔はまた暗くなっていく。それに比べて私はまるでダメなんです。憧れのために努力して刑事になったまでは良かったのですが。そう言ってうつむく泉さん。どうした？俺はそんな彼女にできるだけ優しく声をかけた。泉さん曰く、刑事の世界は想像の何倍も厳しく、心が折れそうになっているそうだ。それに、女は捜査の邪魔だから雑用係って言われてしまって。誰がそんな。彼女の言葉に俺は憤慨してつい声を荒げてしまう。正直信じられなかった。信頼している仲間たちがそんな偏見を持って彼女に接しているなんて。仕方ないことなんです。実際私に雑用以外にできる仕事はないので。そんな俺に泉さんは慌てた様子で言ってきた。そんなのダメだ。おかしいよ。新人刑事を採用しておいてろくに教育せず現場にも出さないなんて変だ。しかし、それで黙っていられるような太刀ではない。俺は彼女が不当な扱いを受けていると感じ、それを許せないと思った。そして、俺は内線の受話器を取り、本部長の番号にかける。はい、こちら山口。沢田だ。俺は怒りのあまり、敬語も使わずに名乗る。そんな俺に本部長は驚いたのか、少しの間沈黙した。どうした？何かあったのか？山口本部長。いや、山口、事務所に来てくれ。今すぐにだ。そして、俺は本部長を呼び出した。そのまま返事も聞かず、受話器を置く。今の山口本部長を呼びつけたのですか？俺の様子を見ていた泉さんが目を丸くして言ってくる。明らかに動揺している姿に少しだけ申し訳なく感じた。それから数分後、本当に山口本部長が事務所へとやってきた。山口本部長、一体どうされたんですか？事情を知らない人間は驚き、さっと立ち上がって挨拶してくる。そんな彼らに挨拶を返しながらも、彼女は俺たちの元へ向かってきた。何か用事か？山口、単刀直入に聞く。この子が雑用しかやらせてもらっていないことは、お前も把握しているのか？俺の言葉に一瞬だけ眉を上げる山口。すぐにいつもの顔に戻るとため息をついた。ああ、把握している。だったらなんで放置して？私の指示だからだ。山口本部長は俺の言葉を遮り、はっきりとそう告げた。
それに驚き、数秒の間沈黙する。どうしてそんなことをした？この子はお父さんに憧れて刑事になったんだぞ。どうして現場に出してやらないんだ？だからこそだ。泉先輩との約束を守るためにも、彼女を危険にさらすわけにはいかない。その言葉を聞いて、俺の疑いは確信になった。やっぱり、この子はあの人の娘さんなんだな。ああ、あの、本部長も沢田さんも父をご存知なのですか？俺たちの様子をおろおろと見ていた泉さんが声を上げる。まっすぐこちらを見る眼差しは彼によく似ていた。ああ、知っているよ。泉栄一刑事。私や沢田を指導してくれた伝説の刑事だ。昔、俺が若かりし頃、捜査課の一員として数々の事件を追っていた俺。今日からよろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。ある時、三人チームでとある事件を担当するよう命じられた。そのチームのメンバーは、沢田刑事、同期の山口康子、そして先輩の凄腕刑事である泉栄一だった。俺と山口はそれまで極めて平均的な成績の刑事で普通だった。だが、このチームでの活躍を経て、それは大きく変わることになる。今回は窃盗か？はい。数人が民家に入り、奥さんが怪我をしています。俺たち三人がメインとなって追うことになったのは、民家を襲った窃盗事件だ。家に住んでいたのは80代の夫婦。事件当時、夫の方は検査のために入院しており、家にいたのは妻一人だった。盗まれたのは、老夫婦が資産として購入していた宝石です。被害に遭った老夫婦は、その宝石を自宅で保管していた。それが例の窃盗犯数人に盗まれたのだ。夜中、家の中から物音がすると見に行った奥さんが、犯行現場を目撃したそうです。奥さんの話によると、目出し帽の犯人が少なくとも3人いたとのこと。まさか窃盗犯と鉢合わせするとは思わなかっただろう。驚き、そして相当怖かったんじゃないかと考える。逃走の際に犯人は奥さんを突き飛ばし、柱に頭を打って気絶したそうです。その時に近隣住民が異変を感じて通報して事件が発覚か。ちなみに奥さんは怪我はしたが、命に別状はなかった。それから俺たちは先輩刑事の泉さんを中心に聞き込みや情報の整理を行った。何としても老人を狙った卑劣な犯人を捕まえてやる。そんな思いで俺たちは犯人を追いかけた。もうこんな時間か。あっという間に時間が過ぎますね。時には徹夜で情報を洗うこともある。そういう時、真っ先に居残りするのは泉先輩だった。しかも彼は、よーし、二人とも、今日はもう遅いから、さっさと帰れ。そう言って後輩を帰らせるのだ。しかし先輩は、そうです、私たちだけ先に帰るなんて。俺も山口もそう言って手伝おうとした。そんな俺たちに対し、泉先輩は、先輩命令だ、口答えをするな、と言って帰らせる。やっぱり、泉先輩だけにさせるわけにはいかない。私もそう思っていたわ。私たちにできることをしましょう。俺も山口も最初はその命令に従って帰宅していた。しかし、毎日眠そうにしている泉先輩を見ていると、だんだん素直に従えなくなる。その結果、俺たちは彼に帰れと言われた後も隠れて情報の洗い直しを繰り返した。え、例の窃盗犯の一人が自首してきた？そんなある日、窃盗犯の一人を自称する男が出頭してきた。その報告を受けた俺たちは取り調べの様子を見ることに。深夜1時に被害者宅に侵入し、タンスから宝石を奪って逃走した。そういうことだな。取り調べの担当は俺の同期の鈴木だった。彼の言葉に男はああと認める。被害女性を突き飛ばし、怪我を負わせたことに関しては認める。俺が突き飛ばした。それから男は鈴木の質問に素直に答え続け、共に被害者宅を襲った二人の共犯者についても吐いた。そして数日後、
その二人も任意同行の末に容疑を認め、自供を裏付ける証拠が見つかる。その結果、出頭した男を含めて逮捕されたのだった。お疲れさん。事務所にて、泉先輩が俺と山口に缶コーヒーを差し出してくれる。それを俺たちは礼を言いながら受け取った。本件も無事解決しましたね。すみません、お力になれず。しらじらしいやつだな。え？謝る俺に対し、笑いながら言ってくる泉先輩。それに疑問を呈すると、彼は俺と山口の顔を交互に見る。お前らも遅くまでやってくれたじゃないか。その言葉に俺たちは目を丸くした。気づいてたんですか？まあな。たく、生意気な後輩だな。だが、その根性、気に入ったぞ。まさか、泉先輩に気づかれていたなんて、なんとなく恥ずかしくなり、視線を泳がせると。同じように目を泳がせていた山口と目が合った。やがて、俺たち三人は顔を見合わせて笑う。ああ、それと、事件はまだ終わっていない。突然、泉先輩はそんなことを言い始める。その言葉に、俺と山口は同時に、え？と聞き返した。あの三人が逮捕されて終わったはずです。ええ、そうですよ。俺の言葉に山口もうなずく。そんな俺たちに対し、泉先輩は、三人が不自然なまでに素直だと違和感を抱いたらしい。まさか、あの三人はおとりってことですか？俺はそう睨んでる。しかし、見つかった証拠は、あの三人が犯人だと示しています。山口の言う通り、今まで上がった証拠はすべて彼らの犯行を物語っていた。だからこそ、俺も山口も三人が犯人で間違いないと思っているのだ。そうだな。実行犯があの三人なのは間違いないだろう。だが、裏にもっと大きな闇がある。俺の言葉に神妙な面持ちでうなずく泉先輩。結局、この時はまだ大きな闇にたどり着くことはなかった。しかし、この三人のチームは上に評価され、同じメンバーで事件の担当を任されることが多くなっていった。それに伴い、個人としても俺たちは仲良くなり、頻繁に三人で食事をするように。お前はどうして刑事になったんだ？ある日、飲みの席で泉先輩にそう聞かれ、俺は返答に困ってしまった。名前からして天職なんです。最終的に俺は冗談交じりにそう回答する。すると酒を飲んでいたこともあり、俺の言葉を聞いた泉先輩は腹を抱えて涙を流して笑った。何よそれ。普段はキリッとしている山口も、この時は控えめに笑っていたものだ。それから10年も経った頃には、泉先輩、俺、山口の3人は名トリオと呼ばれるようになり、その名に恥じない動きができていると俺は自信を持っていた。でも泉先輩は格別だよな。当然でしょ、あの人は生きる伝説なんだから。そんなチームの中でも泉先輩はもはや伝説扱いだった。この事件、沢田もあの窃盗事件のこと考えてる？私も関係してると思ってるの。ある時、俺たち三人が先頭に立ってとある事件を追っていた。その事件のことを調べれば調べるほど、かつて取り逃がした大きな闇との関係が見えてくる。今度こそ絶対に捕まえてやる。寝る間も惜しみ、俺たちは家にも帰らず調べ尽くす日々を送っていた。そんな俺たちの姿を見て、他の担当者たちも夜中遅くまで残る様子も見られた。その甲斐もあり、俺たちのチームはついに大きな闇に迫り、主会の男を逮捕できるところまで追い詰めたのだ。さあ、観念して罪を償うんだ。そして、ついに主会に手錠をかけようとした。その瞬間、一発の銃声が鳴った。泉先輩！男は銃を懐に隠していて、追い詰められたことで冷静さを欠いた状態で発砲。その銃弾を泉先輩の胸に受けてしまう。とっさに俺が視界を拘束し、山口が本部への連絡と救急車の手配をした。そして共に来ていた刑事たちが
泉先輩の応急手当てをする。そうだ、山口。その応急手当てを受けていた泉先輩が俺と山口を呼んだ。そこに俺は拘束する役を代わってもらい、俺は彼の元へ。悪いな、二人とも。俺はもう、ダメみたいだ。泉先輩は苦しんだり、咳込んだりしながら言ってきた。そんなこと言わないでください。そうです。絶対に助かりますから。その言葉を受け入れられず、俺も山口も涙を流しながら叫ぶ。そんな俺たちに、泉先輩は微笑む。娘がいるんだ。あいつも、刑事を目指してる。悪いが、俺の代わりに面倒を見てやってくれ。そう言い残し、彼は息を引き取った。尊敬する人が目の前で亡くなる。そんな経験をした俺は、表立って捜査するということに対して恐怖を抱くように、頭では立ち直ったつもりでも、自信を持ってやっていたはずの捜査ができなくなった。これはイップスってやつか。苦悩した俺は、しばらくした頃に異動届を提出した。本部を離れ、捜査課から離れることで恐怖心を緩和できれば、そう思ってのことだ。そう、あなたの気持ちはわかるわ。そっちでも頑張って。ああ、ありがとう。それから俺は異動先で静かに仕事をしていた。一方で山口は本部長になった。そんな日々が続いた後、あることをきっかけに、俺はイップスを乗り越え、本部復帰を希望して今に至るのだ。父がお二人にそんなことを。奏さん、分かってほしい。私は君のお父さんとの約束を守りたいんだ。泉先輩を思い出し、涙目になった山口が泉さんにそう言う。そんな彼女を見ながら、いろんな思いがぐちゃぐちゃになり、自分の気持ちを言葉にするのに苦戦していた。内勤はどうだ？内勤だって立派な仕事だよ。続けられた山口の言葉に、うつむく泉さん。私は、昔から父の背中を追いかけてきました。今ここにいるのだって、その成果なんです。しかし、すぐに顔を上げて山口にそう言った。普段の弱気な彼女とは思えないほど強い口調。そんな彼女の姿を見て、彼女はお父さんのように現場を走り回りたいと望んでいる。だけど、それは彼女を危険にさらすのと同じこと。そう思った。泉先輩が最後に言ったのは、娘の面倒を見てやってくれという一言の頼みだけ。どうするべきなのかわからず、俺は内心、先輩、もっとはっきり伝えてくれないとわかりませんよ、と苦悩する。お願いだ、奏さん。お願いだから、危険に飛び込むようなことはしないでくれ。頼む。山口は、なおも頭を下げて頼んでいる。そんな様子を見て、いろいろと考えていると、これは、奏さんの人生だ、とハッとした。山口、これは、俺たち他人が、決められることじゃないか。どうしたいのか。その決定権は俺たちにはないはずだ。俺は頭を下げた山口の方に手を置き、そうなだめた。そんな俺に山口は、だけど、と言い返そうとする。面倒を見るってのは、檻に閉じ込めておくことじゃない。俺は、そう思うぞ。それを遮り、彼女にそう告げると、山口はハッという顔をする。自分のやっていることは、面倒を見ることではなく、ただ自分の都合で夢を潰しているのだと気づいたらしい。すまない。そして山口は一言そう言い、深く頭を下げて彼女に謝った。それに今度は慌てる奏さん。そんな、頭をお上げください、本部長。奏さんの希望を聞かせてくれ。事実上の内勤を続けるか、その身を危険にさらしてでも、お父さんのように駆け回るか。その決定権は君だけが持っている。俺は改めて奏さんにそう告げた。俺の言葉を聞いた彼女は眼鏡を外し、ハンカチで目を拭ってから答えた。私は刑事として
いろいろな事件に立ち向かいたいんです。はっきりとそう言った彼女に、内心、よく言ったと褒めて山口に振り返る。だそうですよ、本部長殿。わかった。君の希望に添えるよう、私の方で調整しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。かなでさんの顔はパッと明るくなり、繰り返し山口にお礼を言う。そんな彼女に少し困ったように笑った。じゃあ、これで解散だ。この場はこれで解散となり、一件落着した。その後、山口によって鈴木たち刑事に出されていた、泉かなでを現場に出さないでくれという不当な命令は撤廃された。とはいえ、かなでさんは鈴木率いるチーム。俺は佐藤が率いる別チームで動くので、なかなか一緒に現場に出ることはない。かなでさん、何かあったらいつでも声をかけてくれ。はい、ありがとうございます。泉先輩から面倒を見てくれと頼まれていた俺は、できる限り彼女をサポートするように動いていた。そんな俺を見て、鈴木たちも協力してくれるように。なんだか、いい顔するようになりましたね。ああ、そうだな。どこか安心したように微笑む佐藤。彼も後輩である彼女のことは気にしていたらしい。鈴木に呼ばれて、生き生きと答える奏さんの様子を見て、自分たちも負けられないと動き出した。ある日、俺は本部長室に呼び出される。この忙しい時に何ですか、本部長。いや、何、奏さんの様子はどうかと思ってね。なんだ、そんなことなら自分で確認したらいいじゃないか。まさかの呼び出し理由に俺は呆れてしまう。何でも山口から奏さんに話しかけるのがなんとなく気まずく、これを乗り越えるには時間が必要とのこと。そうだ、もう一つ気になってたんだが。山口は不思議そうに俺の顔を見た。君は捜査に対するイプスに陥っていたようだが、どうやって立ち直ったんだ？そう簡単に乗り越えられるものではないと聞くが。ああ、そのことか。本部への異動願いを出す前の日に、夢にあの人が出たんだ。俺の言葉に山口は目を丸くする。俺の言うあの人が誰なのか、すぐに察したらしい。それで、頼んだことは覚えてるかって言われてな。それで目覚めてみたら、急に捜査課にいた頃の感覚が恋しくなってきたんだ。内心、あの夢を見たのは偶然じゃないかもしれないと思っている。同時に、泉先輩への憧れを思い出し、自分もまた彼のように尊敬される刑事になろうと誓った。私も負けてられないな。俺の表情を見た山口がそうつぶやく。少々やり方は間違えたが、彼女の奏さんを守ろうとする思いは間違っていないはず。彼女がもう一度奏さんに歩み寄るまで、山口の分まで頑張ろうと思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。兄貴は最近どうなの？順調だよ。実家に帰ってよかったわ。俺は弟の修二に少し嘘をついた。東京の会社に勤めていたが、世界的に大流行した感染症の影響によりあっけなく倒産してしまい、どこに行くこともできず実家にすがっただけに過ぎない。順調なことは何一つなかった。北海道の大学に行った弟に心配をかけさせまいとついた嘘だ。心配をかけさせたくないのはもちろんだが、半分保身的な理由だ。俺は兄だから、弟に情けない姿を見せたくない。そういう思いもあっての嘘だった。その嘘は自分自身を追い込み、余計に苦しかった。この先、自分に就職先が見つかるのだろうか。前に進む自信がなく、正直に言うと怖くなっていた。そんな中、家族と一緒にいられるのはとても幸せで安心する。しかし、
将来への不安は拭えないのが現実だ。これからどうすべきか考えてるところに、幼馴染の秋穂が家に訪ねてきて、通っていた学校を見に行くことになった。道中秋穂は俺にこう言った。こんなご時世だから、新しいことやってみたら？と、俺は、それをやって勤めてた会社は倒産したんだよ、と返すと、秋穂は俺の目をまっすぐ見て、それはその会社の話だよ。今は守くんのこれからの話をしてるんだよ。君は失敗を実感してきたんでしょ？その失敗は君が高く飛ぶための土台だよ。賢い君ならもっとうまく利用できるでしょう。そう言われ、過去と結ばれた足かせの鍵が与えられた。そういう感覚だ。秋穂との会話がヒントをくれて、問題解決の鍵になる。俺はその鍵に合う鍵穴を探すために新たな扉を探すことにした。どうしよう。朝一番に俺が吐くセリフだ。できれば朝一からこんなセリフは吐きたくない。鏡を見れば情けない男の顔が映る。人生を失ったような見ているだけで嫌になる。こんな顔が自分の顔だと信じられないくらいだ。出社するも、社内にもはや活気などなく、周りを見渡せば自分も含めほとんどの社員の目にはよどみが浮かび、必要最低限の会話しか交わされていない。社長からの倒産の知らせが下されてから、社員たちは次々と仕事を辞めていった。守の同期も、彼の同僚たちも、皆が辞めてしまった。沈みかけた船に最後までとどまる船乗りなどいないのだ。残った者たちは、ただひたすらに書類の整理や、これまで取引のあった会社への連絡をして、代替となる会社を紹介するなどの雑務をこなしている。給料が支払われるわけでもないのに、まるでボランティア活動のようだ。いや、ボランティアよりもさらに状況は悪い。自分はといえば、書類の山とにらめっこしながら、この会社での日々を思い返していた。入社してからの数年間は、まるで夢のようだった。活気に満ちたオフィス、目標に向かって一丸となる仲間たち。あの時はみんなキラキラしていて、商談が成立すればみんなで喜んだり、誰かがミスをした時はフォローし合ったりして、本当にいい会社だった。しかし、今はその面影すらない。ただ静まり返ったオフィスに、かすかにカチコチカチコチと時計の針の音が響くだけだ。時計の音をかき消すように、ねえ、君はどうするの？と、ふと隣の席から声がかかった。声の主は、まだ若い女性社員の佐山さんだ。隣同士ということもあり、仕事中は会話をしたり、たまに新作のお菓子を分けてくれたりしていた。彼女もまたこの状況にどう対処すべきか途方に暮れているようだった。彼女の問いかけに自分は一瞬言葉を失った。どうする？そんな答えがあるのだろうか。でも、何かを言わなければと思い、口を開いた。俺は、まだ何も、と情けない回答をした。彼女は静かに、うんうんとうなずいて、そうですよね。すみません、と言い、俺から目をそらして、何事もなかったふりを決め込んだ。気まずい雰囲気が漂ったが、そんなことすらどうでもいいというような心境だ。きっと、彼女も似たような心境だろう。自分のデスクを片付けていると、一つ一つの道具に思い入れを感じる。このボールペンはよく働いてくれた。契約を取るときはこのペンでサインするとうまくいくとか、この小さな埴輪のような置物は、センスはないけど、とっても優しくてみんなから尊敬され、頼りにされていた課長からのお土産。
これを見ていると、なんだか仕事は頑張れた。このデスクの上には、たくさん俺を支えてくれた仲間たちがいる。そんな風に、一つ手に取っては思い出して、段ボールにしまう。戻りたい。呼吸を忘れないようにと思いついた言葉を息のように吐いた。あの時は活気にあふれ、やる気に満ちていた同僚や先輩たちが周りにいたが、今はその姿はどこにもない。世界的な感染症の大打撃に加え、社運をかけた商品の失敗。社長の心労も計り知れないものがあるだろうが、自分の生活がかかっている以上、他人の心配をしている余裕など俺にはなかった。自分のことだけに集中し始めると、人は冷たくなれるものだと改めて実感した。残っている数少ない社員たちも、互いにこれ手伝ってもらえる?と頼んだりしているが、自分のことは自分でしてくれよ、とそっけなく返されることが大半だった。以前のような協力や連帯感は影を潜め、皆が自分自身のことしか考えられなくなっていた。次の働き先について考える余裕もなく、ただひたすらに現在の状況に対応しようとしていた。動きの早い社員たちは、倒産の連絡を受ける前から会社の業績が悪いことを理由に転職していた。そして倒産が明らかになった瞬間に、新たな職を探し始めた者たちもいた。彼らは自分の生活を守るために動いていた。なんとかなるかもしれないという淡い期待を抱き続け、動きが遅かった俺はこのような状況に追い込まれてしまい、完全に孤島に取り残されたような状況だ。社員たちが去っていく中で、俺はただポツンと残されたデスクに座り、これからの自分の行く末をどう考えればいいのか、途方に暮れていた。俺の判断は間違っていた。なんとかなるかもと淡い希望を抱き、もしもの時に備えていなかった。退職した後の社会的な自分の立ち位置について考えることが多くなった。特技もなく趣味もない。彼女もおらず、週末に遊ぶ友人もいない。東京での生活は仕事だけが全てだった。友人を作る暇もなく、気づけば信頼していた同僚たちも次々と転職していった。振り返ると、客観的に自分を見つめ直すことができる。今更ながら、なんてつまらなくて寂しい過ごし方をしてきたのだろうか。思い返すだけで悲しくなってきた。そんな時、単純作業をしていると、つい昔のことを思い出してしまう。あの時は何もかもが楽しかった。何不自由なく、地元にいる幼馴染や友人たち、楽しかった学生時代。そんな思い出の中で、ふと実家に帰ることが脳裏をよぎる。あ、そうだ、実家に帰ろう。思い立ったが吉日だ。そうと決まれば、早速行動に移した。ここ数年、仕事が忙しくて、帰省もままならなかった実家。貯金を崩しながら生活をしていては、いつか底をついてしまうし、このパンデミックが収束したとしても、ブランクができてしまう。そこで、父が営む酒蔵を手伝おうと思う。東京で孤独と不安を抱え続けるよりも、生まれ育った場所で新しいスタートを切ることが今の俺には必要だ。とっさの思いつきではあったが、道が開けてくると足取りは軽くなり、迷わず荷造りを始めた。必要なものだけをまとめて、あとは処分。もともと物をあまり持たない主義なので、荷造りは2日あれば十分だった。手早く荷物をまとめ、新幹線の切符を手に入れる。そして、心機一転、実家へと向かう準備を整えた。新幹線の窓から見える景色は、どこまでも続く田園風景。徐々に
背の高い建物がなくなっていき、これまでの東京生活とはまるで違う風景に変わっていった。まるで自分の人生を振り返っているようだった。ふと実家での暮らしを想像する。父と一緒に酒蔵で働き、地元の人々と交流する日々。そんな生活が今の俺には新鮮に思えた。やっぱり俺の居場所はここなんだ。そう思いながら、新たな人生の一歩を踏み出す準備が整った。駅に着くと、俺は新しい生活への期待を胸に、実家への道を歩き始める。高校生の時、この駅から実家まで自転車漕いでいたなとか、あの時付き合ってた人とここで別れたんだよなとか、苦い思い出までどこを見ても懐かしい風景だ。実家に到着し、まずは詳しい事情を両親に話して、これからどうしようか考えを述べて、その上で世話になることを伝えた。母はすぐに理解してくれて、いろいろ大変だったのね。少し落ち着くまでうちでゆっくり休みなさい、と温かく迎え入れてくれた。母の声を聞くと、ふと涙がこぼれた。長い間、こんな優しさに触れることがなかったからだ。父も、戻ってきて、また次の仕事先を見つけるエネルギーを貯めときな。それまでは面倒見てやる、と実家に居座ることを許可してくれた。そんな両親の温かさに、心から感謝の気持ちが湧いてきた。実家は酒蔵で、子供の頃はよく父の手伝いをしていた。お祭りの時などは特に忙しく、無色透明な日本酒を大人たちに運んでいた。その時の大人たちの楽しそうな顔を透明な液体越しに見て、早く一緒にお酒を飲みたいと思っていた。でも大人になってからのお酒は、上司や取引先の社員とのつまらない話に花を咲かせ、解放することが仕事だった。憧れた無色透明な酒に映る俺の顔は、表情筋を手繰り寄せただけの作った笑顔だった。そんなつまらない当たり前の日々があっさりと終わってしまった。つまらなくても、それで安定した生活を送れていたのだ。今思えば、それすらもありがたいことだったのだろうな。さて、これから何をして生きていけばいいのか。就職先も探してはいるけど、いまいちだし、何より、ご時世的にも先行きがなぁ、と自室で自問自答をしていた。実家で受け入れてもらえて安心はしたが、また仕事を探すべきだと父に言われ、心の中は不安でいっぱいだった。父が放った言葉は当然なのだが、倒産する会社が後を絶たないこの時代、次に就いた職場が同じ運命をたどるかもしれない。その次はどうなる？もし就職できたとして、すぐ倒産してしまったら、こんな不安の連鎖に陥ってしまう。一度経験してしまうと、その思考は止められない。安泰でいられることは、決して当たり前ではないことを思い知らされた。これが現実だと。仕事を探すこと、それは避けられない。でも、そんな中でも何か新しい可能性はないだろうか。何か前の職場とは違う、新しい道を見つけられたらいいのだが、今のところ、全く良い考えが浮かばない。そんなことを考えながら、酒蔵の手伝いをしていた。酒米を洗い、蒸して麹をまぶす。その単純な作業の中で、少しずつ心が落ち着いてきた。幼い頃から父の真似事をしたくて、何度か手伝わせてもらったことがある。感覚とは覚えがいいものだ。酒造りのプロセスは何かを育てるような、じっくりとした時間の流れがある。それは都会のせわしない生活とはまるで異なる。忙しいけど、なんか落ち着くな。
でも、うかうかしてられないからな。ここにいると何かが変わるかもしれない。学べることは何でも取り入れていこう。と、独り言をつぶやいて体に鞭を入れた。もしかしたら、この酒蔵で学ぶことが次のステップにつながるかもしれない。父と一緒に仕事をすることで、新たな視点を得られるかもしれない。かもしれないだらけだが、今はこの場所で学び、成長することが問題解決の鍵ではないかと思い立ち、一から学び直すことにした。父はまず酒造りに対しての魂の入れ方を教えてくれた。父の考え方は、技術とかは後でいい。まずは酒を作る時の思いが大切だとのことだ。その点に関しては、俺は全くわからないので、理解するには半年以上かかることになる。俺には、遠く、北海道の大学にいる弟がいて、修二という名前だ。明るくて、人当たりがいい弟は、俺とは正反対で友達がたくさんいた。俺の自慢の弟だ。そんな修二には心配をかけたくないと思い、両親には事情を伝えないように口裏合わせを頼んだ。ご飯の時間に家族のぬくもりを改めて感じる。一人で食べる食事よりもみんなで食べる食事が美味しい。食べ慣れた母の手料理が安心をくれる。以前は当たり前のように食べて、当たり前のように母が片付けて、当たり前のように腹が満たされて、すぐ眠りについてをしていたが、家を出てからそれがどれだけありがたいことだったか身に染みてわかる。俺はそのありがたさにひれ伏し涙を流した。その様子を見た両親も静かに涙を流していた。両親は会社のことについて深くは聞かず、気が済むまでいていいからとだけ言った。その言葉に両親の深い愛情を感じた。そんな中、酒蔵を手伝いたいと申し出たが、両親の反応は少し複雑だった。父は、いずれな、とだけ言い、母も、今はとにかく休みなさい、と言うだけ。優しい気遣いの裏に何かを隠しているように見えた。両親のその態度に少し戸惑いを感じる。もしかして、酒蔵に何か問題があるのだろうか。それとも、両親は俺が東京での生活に戻ることを望んでいるのだろうか。そんな疑問が頭をよぎる。しかし、今はそれを問い詰めるような雰囲気ではない。まずは、心を休めることが大切だ。そして、少し落ち着いたら、両親ときちんと話し合う機会を持とう。その時に、酒蔵の手伝いについて、そして両親の本音について聞いてみることにする。今はただ家族との時間を大切に過ごすことにしよう。感じた違和感に俺はそっと蓋をした。幼なじみの明穂に会うまで、両親が隠していた事実を知らなかった。明穂は俺が実家に戻ると聞いて翌日に訪ねてきた。彼女は、少し歩こうよ。懐かしいでしょ、この街並み。と言い、外に連れ出してくれた。あの頃のように、家から学校へと向かった。明穂は、覚えてる？ここで私がお気に入りのキーホルダーを落とした時のこと。ああ、速攻に落とした時ね。明穂ちゃん、めっちゃ泣いてたの覚えてる。からかうように笑うと、明穂は、ああ、今バカにしたでしょう。もう、意地悪。頬をふくっと膨らませ、口を尖らせる彼女が、不意に可愛らしいと思い、思わず笑ってしまった。ごめんごめん、懐かしくてついね。あの頃と、変わんないね。それどういう意味よ。と、あわいもない会話をしながら、小学校の通学路をゆっくりと歩く。学校って、何年もこうして変わらずにあるのってすごいよね。そうだね。と、校舎を見上げた。子供の頃よりも低く感じる校舎は、成長を実感させてくれる。変わらずにいるその佇まいは、
まるで親のようだ。田舎町の静けさと夕暮れ時の風景に懐かしさと同時にわびしさも感じる。家々からは夕食のいい香りが漂ってきた。明穂の、はあ、焼き魚の匂いだ。こういうのもなんか懐かしい。子供の時はさ、こういう美味しそうな匂いがしたら帰ろうみたいなのあったよね。ああ、まあ、そんなこともあった気がする。よく匂いにつられてお腹すかして家に帰って母さんの飯食って。戻りたいね、あの頃に。と、愚痴が溢れてしまった。気を使ってくれたのか、明穂は、わかるよ。東京は大変だったんでしょ?と聞いてきた。ああ、なんか疲れたよ。と笑って、あまり深く語りたくはなかったので、一言で答えた。明穂は、そっか、とりあえず、お疲れ様だね。と、明るくねぎらいの言葉をかけてくれた。そして、少し昔話をして、両親のことを思いやる気持ちを伝えた。私さ、おじさんもおばさんも大変だから、何か力になりたいんだけどね。すっごくお世話になったしね。と。その言葉に引っかかり、両親のことを尋ねると、明穂は衝撃的な事実を告げた。あ、知らなかった?酒蔵閉まるかもって話。あ、もしかして何も聞かされてなかった?ごめん、そういうつもりじゃなかったの。それは俺にとって初耳の話で、大きな驚きを隠せなかった。いや、いいよ、大丈夫だよ。気にしないで。それより、どうして?なんで閉まるの?と、驚きとともに質問する。両親は一体何を考えていたのだろう。明穂は気まずそうに答えた。ほら、今、こんなご時世でしょ?だからね。と、詳しく教えてくれた。冷静に聞いているつもりだが、頭の中は混乱に陥った。家に帰り、両親に真相を尋ねることに決めた。そして、もし酒蔵が本当に困っているのなら、どうにかして助けたい。その思いが心に強く湧き上がった。家に戻った俺は、すぐに両親に酒蔵の状況について尋ねた。二人は渋々ながらも話し始めた。世界的な感染症の影響で、取引先が次々と倒産したり、取引を変更したりして売り上げが大きく落ち込んでいた。夏祭りなど地域の行事も中止され、さらに状況は悪化。こだわりの手法も産地を変えたくないため、値段を下げることもできない状況だった。いつ閉めてもおかしくないという言葉に俺は衝撃を受けた。どうにかして酒蔵を守りたい、その一心で考えた。世界的な感染症のせいで、直接的な対策は限られている。取引先に掛け合ってみたが、そちらも苦しい状況で協力は得られなかった。そこで、俺は会社員時代に培った経験を生かすことにした。それはネット通販だ。両親はネットに詳しくなかったが、それが逆に新しいチャンスになるかもしれない。地元のつながりだけでは限界があった販売の枠を広げるために、ネット通販を始めることにした。明穂の協力も得て、サイトを立ち上げた。明穂はかなり協力的になってくれて、商品の写真は特にこだわって撮ってくれた。俺は説明文を書き、ネットでの販売方法を練り上げる。最初は戸惑いもあったが、少しずつ形になっていった。両親も、最初は疑問を持っていたが、徐々にネット通販の可能性を理解し始めた。この新しい試みが、酒蔵を救う一筋の光になることを信じて、俺は全力で取り組んだ。そして、そんな俺の姿を見て、両親も少しずつ前向きな気持ちを取り戻していった。明穂が考案したサイトの話題性と、産地にこだわった酒の美味しさが人気を呼び、売り上げは急速に右肩上がりになった。最初は何が起きているのかわからない様子だった両親も、
ネット通販が成功したと知って大喜び。さらに感染症の収束に伴い中止されていた地域の祭りも再開され、地元での酒の売り上げも回復し始めた。ネットでの成功話はさらに広がり、市役所の職員が家を訪れることになった。市のふるさと納税の返礼品に私たちの酒を入れたいという話だった。市役所からのこの提案は酒蔵にとって大きなチャンスだった。ふるさと納税の返礼品として採用されれば、さらに多くの人に私たちの酒を知ってもらえる。そして雑誌の取材も来たりで、目まぐるしい毎日だった。この流れは両親にとっても、そして俺にとっても、新たな希望と活力をもたらした。酒蔵の存続だけでなく、地元の名産品として認知されることは俺たちの夢だった。これからも質の高い酒を作り続け、多くの人に喜んでもらうことがこの酒蔵の使命となった。両親の苦労が報われ、酒蔵が地域の誇りとして再び輝き始める。そんな光景を見ることができて、俺は深い満足感と喜びを感じていた。兄貴すげえな。うちの酒蔵立て直したんだって。俺、大学の友達に自慢しちゃった。修二が大学での話をしているとき、俺の心中は複雑だった。実家に戻ってから新しい就職先を探していたが、なかなか見つからなかった。地元の田舎町では東京のように条件のいい会社が少ない。さらに田舎特有の閉塞感と噂がすぐに広まる環境があった。池田さん家の長男が勤めていた会社潰れたらしいぞ。親のすねかじりでもしてるのかね、などと老人たちが言う声も聞こえてきた。酒蔵の成功は一時的な救いだったが、自分の将来については不安が残っていた。修士の明るく前向きな話を聞きながら、俺は自分の行き詰まりを感じていた。しかし弟の成長を見るのは嬉しい。友人と起業する計画やダンス大会への出場など、充実した大学生活を送っていることに心からの祝福をした。弟は順調に進んでいるのに、俺は。そんな思いが頭をよぎる。でもここで立ち止まっていても仕方がない。自分の道を探すためにもう一度就職活動に全力を尽くすことを決意した。酒蔵を救ったのは自分だ。以前一から学べば何かつかめるかもしれないと浅はかな考えではあったが、ここに来て初めて得たものができた。この酒造の経営を立て直したことは間違いなく誇っていい実績だ。中時の明るさと活気に比べて自分を劣っていると感じてしまった。友達も少なく趣味もない。東京から逃げるように戻ってきた自分と生命感あふれる弟との間に大きなギャップを感じた。両親は経営が安定しているから落ち着くまでここにいていいと言ってくれたし、酒蔵の救済も偶然に自分がネット通販という手段に気づいただけだった。家族のために動いたが、酒造りが詳しいわけでも商売がうまいわけでもない。たまたまヒットしただけに過ぎない。弟や転職に成功した同僚たちと比べて自分には何もないと感じてしまった。就職活動も思うようには進まず、父が一緒に酒蔵やってみるかと提案してくれたが、俺は首を縦に振れなかった。一度の成功があったからといって自分が参加することで何かが変わるとは思えず、感染症の収束後の現在、父がこれまで通り酒蔵を続ける方が家のためになると感じ、父の誘いを断っていた。俺は自分の価値とこれからの道を模索していた。まだ見つけられていない自分の役割、
新しい可能性を探すためにさらなる一歩を踏み出す必要があった。自分には何ができるのか、どう生きていくべきか、そんな問いを自分自身に投げかけながら次の道を探し続けることにした。父の急な入院は家族にとって予期せぬ出来事だった。医者からの言葉に家族は改めて父の健康と酒蔵の未来について真剣に考えざるを得なくなった。母が病室の外で守に切り出した。もし守がよかったらお父さんの代わりに酒蔵をやってくれないかしら。今の酒蔵はあなたが救ってくれたようなものだし、新しい人を雇って一から教えるより昔からお父さんを見てきたあなたが手伝ってくれた方が助かるのよ。母の言葉には深い期待と信頼が込められていた。しかし父が、就職活動をしている守に余計な負担をかけるなと口止めしていたことも明かされたが、母は続ける。でも今はあなたに頼るしかないの。しかし俺は即答できなかった。ごめん、少し考えさせてと母に返事を待ってもらうことにした。酒蔵を手伝うことはただの仕事ではなく、家業を継ぐという重大な決断だった。自分にはそれが果たせるのか、そしてそれが本当に自分が望む道なのか、深く考え込んだが、この状況では家族と酒蔵のために何か行動を起こさなければならないという重圧も感じていた。これまでの経験や自分の能力を見つめ直し、酒蔵の未来と自分の未来を考える。それが俺にとって今一番大切なことだった。ある日、秋穂の誘いで普段とは少し違う通学路を歩くことになった。ここさ、私が一人で帰るときに気分転換で通ってた道なんだ。私、守くんと帰らない日はいつも違う道を探して迷子になりながら帰ってたの。おまわりさんが探してたときはさすがにびっくりしちゃって泣いたけど、懲りなく違う道を探してたの。すごいね、おまわりさんはビビるわ。あ、この新しい道は俺にとって見慣れない景色と出会いをもたらした。こんな道あったんだ。感動に声が漏れる。すれ違う人々からの温かい声がきに俺は心の底から感謝を感じた。町の人々が自分のことをどれほど気にかけてもらい、支えられてきたかを実感する瞬間だった。守くん、酒蔵はどうかね。お父さん大丈夫？後を継ぐときは踏ん張るんだよ。みんな応援してるからね。これらの言葉は守の心を打った。自分がどれだけ暗い気持ちにとらわれていたか、そしてそれを乗り越えるための力が実はすぐそばにあったことに気づかされた。秋穂の言葉、私は守くんが酒蔵をやることに正直賛成でも反対でもないの。好きなことをした方が人生はいいと思うから。でも酒蔵のネット通販をしようって言ってサイトを作ったり、いろいろしてる時の守くんはとってもキラキラした顔してたよと言われ、その言葉は俺の心に深く響いた。俺は自分が酒蔵のために一生懸命になっていた時のことを思い出し、その時の自分がどれだけ輝いていたかを思い出した。その瞬間、心の中の暗いもやが晴れていくのを感じた。もしかしたらこの酒蔵は自分にとって本当に大切なものなのかもしれない。そして自分がこの酒蔵を通じて
何かを成し遂げることができるかもしれない。俺は新たな決意を固める。酒蔵を継ぐことはただの仕事ではなく、自分自身の成長と地域社会への貢献を意味する。そしてそれは自分が真に望んでいる未来なのかもしれない。明穂の言葉と地域の人々の温かい声援が俺の心に新たな光を灯した。俺は母に酒蔵を継ぐ決意を伝えた。母さん、待っててくれてありがとう。俺さ、継いでいいかな、この酒蔵。母は口に手を当て、目を輝かせて力強くうなずいた。母のその反応は、俺の決意をさらに固くした。父が復帰した後、酒蔵を継ぐことにしたと父に伝えると、一瞬嬉しそうに目を輝かせたが、すぐに威厳のある面持ちに切り替わり、言ったからには覚悟しろ。俺は息子だからって容赦しないぞ。と言われ、俺の気持ちも引き締まって、はい、よろしくお願いします。と大きな返事をした。俺は父から酒造りの細かな工程や技術を丁寧に教わった。そして後を正式に継ぐ準備を整えた。俺は酒蔵の新たな当主として、日々極上の酒造りに情熱を注ぐようになった。父が築き上げてきた伝統を大切にしながら、新しいアイディアや技術を取り入れ、酒蔵をさらに発展させていくことを目指した。毎日酒米を丁寧に選び、仕込み、発酵の様子を見守る。酒蔵の仕事は単調な作業の繰り返しのように見えるかもしれないが、俺にとっては一つ一つの工程が大切な創造のプロセスだった。地元の人々との交流も増え、俺は酒蔵の存在が地域社会にとっていかに重要かを実感するようになった。俺の作る酒は地域の人々に喜びと憩いを与えるものとなり、俺自身もその仕事に大きな誇りを感じるようになった。この酒で笑顔が増えたら、この酒で辛い思いを少しでも紛らわすことができたら、人々の笑顔を咲かせる酒を作っていきたい。父の仕事を継いだことで、俺は自分の人生に新たな意味と方向性を見出した。彼はこれからも自分と家族の酒蔵を守り、地域社会に貢献していくことに全力を尽くすことを心に誓った。俺はかつての自分とは違う道を歩み始め、一度つまずいた経験を糧にして再び立ち上がることができた。活力を持って生きることは難しい。一度つまずいた人間にはなおさらだ、と俺は思う。しかし、見方を少し変えるだけで、今まで気づかなかったものが自分のそばにあることを知った。何気なくしていることだが、高く飛ぶには助走がいる。助走をつけるために一歩下がるように少し考えれば、そこに意味が生まれる。俺にとっての希望と糧は、家族、地域の人々、そして酒蔵に対する愛情だ。酒蔵を継ぎ、地域の一員として貢献する中で、俺は自分の存在価値と人生の意味を再確認する。自分自身と向き合い、困難を乗り越え、新たな未来を切り開いていく。こうして俺は、酒蔵の当主として、そして一人の成長した人間として、新たな人生を歩み始めるのだった。一度沈んだ船に乗ったことがあるからこそ、舵の切り方を学んだ。自らが船長となり、後悔するのも悪くはない。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、
今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。まったく、こんな底辺採用するってやつがいたら呼んでくださいよ。まあそんなバカなやつがいたらの話ですけどね。大手銀行の最終面接。俺はその場で定時制高校卒という学歴をバカにされ、行き場のない怒りに震えていた。わかりました。少しお待ちください。そんなに見たいなら、呼んでやるよ。お望み通り、そのバカなやつがやってくると、面接官は青ざめた。俺が呼んだ相手は、俺は三井大樹。20歳だが、今年の春に定時制の高校を卒業したばかりだ。もともとは父親の仕事の都合で、生まれた時からずっとアメリカに住んでいて、中学2年生の時に日本に帰国した。しかし、俺は生まれも育ちもアメリカ。両親は純日本人だったものの、普段英語で生活していた俺は、日本語がおぼつかなく、帰国子女という珍しさも相まって、日本の学校にはあまり馴染めずに、次第に不登校になってしまった。そのまま中学を卒業間近になったものの、俺が行けるような高校なんてないと思っていたから、進学はしないつもりだった。しかし、周りの人の助言があり、ギリギリでも受験を受け入れてくれた定時制高校に進学することを決意した。進学してみると、定時制高校の同じクラスには、年齢も性別も境遇もバラバラなクラスメイトたちがいた。帰国子女だからと変わった目で見てくる者もおらず、日本語がおぼつかない俺をバカにするでもなく、むしろ丁寧に教えてくれて、俺より年上もいたりと変に浮くこともなかった。逆に英語を教えてほしいと言われることが増えたくらいだ。不登校だったことで人付き合いの仕方がわからず、最初は会話も苦労した。しかし日が経つにつれて、クラスメイトに慣れてきたからか、拙いもののコミュニケーションが取れるようになると、中学校では全く馴染めなかった俺にもたくさんの友達ができた。あんなに中学は楽しくなくて怖いだけの場所だったのに、高校は毎日がとても楽しくて充実した日々を送ることができた。そんな俺は今、とある大手の銀行の前にいた。着慣れない真新しいスーツはつい最近買ったものだ。今日はこれからこの銀行での面接を控えている。まさか俺がこんな大手の銀行の面接？と思い、驚いて耳を疑ったほどだ。緊張で高鳴る心臓に手を当てながら、周りの皆にたくさん激励の言葉をかけてもらったことを思い出す。よし、行こう。ゆっくりと深呼吸をして足を進めた。中で職員の方に声をかけると、面接会場だろうか、会議室と書かれた部屋の前に案内された。呼ばれるまでこちらでお待ちください。わかりました。ありがとうございます。案内してくれた方にお礼を告げて、用意されていたパイプ椅子に腰掛けた。それから待つこと10分ほど。お待たせいたしました。面接を始めますので、こちらにどうぞ。はい。中にいた女性に呼ばれ、もう一度深呼吸をしてから部屋に入った。どうぞおかけください。ありがとうございます。失礼いたします。部屋に入ると、女性からすぐに椅子に座るよう促されて、俺はガチガチに緊張しながら腰掛けた。面接官は、虻川という男性と、先ほど声をかけてくれた記録係の女性。虻川は、俺が腰掛けた後、
事前に送付した俺の履歴書を見つめながら、開口一番大きなため息をついた。ああ。まあ、じゃあ面接を始めるとしますか。え、あ、はい。よろしくお願いいたします。虻川の雑な言い方に違和感を覚えたものの、もしかしたら今はすごく忙しい時間に面接をしてくれているのかもしれないと思い、気持ちを切り替えて返事をした。しかし、最終学歴は、高卒ですか。はい。しかも定時制。そうですか。こそりとつぶやいた虻川は、心底めんどくさそうに頬杖をついた。三井さん、と言いましたね。はい。現在は20歳ということですが、今年卒業なさったんですか？はい。定時制でしたので。定時制だから。ねえ。定時制高校は、基本は4年で卒業する人が多い。昼に働きながら、夜間に通ったりする人が多いためで、俺も4年で卒業した一人だ。誕生日が4月だから、すでに20歳だが、留年なんてしてない。高校に4年もかけるだなんて、さぞ大変だったんでしょうね。しかし、虻川は、それを知らないのか、何なのか。さも俺が高校を留年したと決めつけたような嫌みったらしい言い方だった。アメリカ帰りの帰国子女。でも、この学歴じゃあねえ。今回の求人は学歴不問だと拝見したのですが。ええ、まあ。しかし、まさか本当に高卒で受けに来る者がいるとは思わないでしょう。ましてや、定時制卒なんて。失礼ながら伺いたいのですが、定時制出身ということに何か問題があるのでしょうか？あまりにも言葉にトゲを感じてしまい、思わずそう聞いてみた。しかし、虻川は次の瞬間両手を叩いて笑い始めた。はっはっは、こりゃあ面白い。いや、失礼。まさか、そんな分かりきったことを聞かれるとは思わずつい。分かりきったこと、つい、どういう意味だ？三井さん、あなた定時制に問題があるか、と聞きましたね。はは、そんなの大ありに決まってるじゃないか。え？だって定時制高校といえば、普通の高校に行けなかった奴が行くところでしょう。さらには卒業までに4年？定時制を留年する人なんて、本当にいるんですか？それはつまり、真面目に勉強してこなかった証拠ですよ。問題だらけじゃないですか。そんな底辺、一体誰が雇うんですか？まったく。こんな底辺採用するってやつがいたら、呼んでくださいよ。まあ、そんなバカなやつがいたらの話ですけどね。あっはっはっは、と、高笑いする虻川は、自分で言っていて、よほど面白いのか、笑いすぎて目に涙をためていた。記録係の女性は、そんな虻川には目もくれず、無言で今の言葉たちをキーボードで打ち込んでいるようだった。部屋の中では、虻川の笑い声と女性のタイピングの音、その陰で俺が怒りに震えるかすかな揺れだけが響いていた。黙って聞いておけば、こいつ、何様のつもりなんだ？いくら面接官だからって、真面目に面接に来た就活生に、こんな態度をとっていいのか？ここまで馬鹿にされて、こんなにも歓迎されていない面接なんて、
本来ならこちらから願い下げしたいくらいだ。だけど、このまま馬鹿にされた状態で帰るのも尺に触るし、何より俺の気が収まらない。わかりました。はっはっは。あ？わかりました。少しお時間頂戴してもよろしいですか？何を。怒りに負けて、自分でも思っていたより、低くドスの効いたような声が出た。しかし、俺が尻尾を巻いて逃げ出すと思っていたらしい虻川は、俺の声を聞いて、肩をびくりと跳ねさせた。俺の態度に、ひどく動揺しているようだ。それを見て俺は、冷静にならないと、と思い直す。大きく息を吸ってから、少し失礼します。と、カバンの中からスマートフォンを取り出す。何をやってるんだ？今は面接中だぞ。上げ足を取るかのように、俺に向かって思い切り指を指す虻川に、じっと睨みつけた。ええ、ですが、見たいとおっしゃったのは虻川さんじゃないですか。え？私のような底辺を採用する人を見たいのでしょう。おい、一体何を言い始めるんだ。バカにしてるのか。バカにだなんて、滅相もございません。ただ、その底辺を採用するバカ、とやらを、今からここに呼ぼうと思っているだけですので。少しそのままお待ちください。底辺を採用するバカ、を強調して言えば、俺の視線に完全に萎縮してしまったのか。虻川はそのまま口をつぐむ。そして俺は、虻川を睨みつけながら、電話の発信ボタンを押した。電話の相手は、すぐに出てくれた。もしもし、どうした？すみません。面接官の方が呼んでるので、来てもらってもいいですか？わかった。今すぐ向かおう。スピーカーにしていたからか、その声は虻川にも聞こえていた。あ、今の、どういうことだ？虻川の顔はどんどん青ざめていき、ガタガタと震え出したかと思うと、立ち上がり、意味もなくその場を歩き始めたり、また座り直したりと、見るからにひどく動揺していた。俺はそんな虻川に声をかけることはせず、ただじっと見つめた。それから数分後、本当にすぐに向かってきてくれたのだろう。会議室のドアが開き、何やら物々しい雰囲気になった。失礼するよ。入ってきた60代の男性の姿を見て、虻川は土下座の勢いで頭を下げた。頭取り、どうしてここに？どうしてって、お前が私を呼んだのだろう？私は呼ばれたからここに来たまでだが、何か問題でもあるのか？いや、頭取りと呼ばれた男は、青ざめた虻川を一別した後に、俺に向き直る。待たせたな。いえ、急に呼んでしまってすみません。いや、いいんだ。そもそも私が君に頼んだことなんだから、気にしなくていい。俺が電話で呼んだ相手。それは、この銀行の頭取である、安田光一だった。で、一体何があったんだ？安田は俺と虻川、それから記録係の女性を見比べた。俺はどこから説明しようか悩んでいると、虻川が焦ったように安田の元へ向かう。まるですがりつくような勢いに、安田は嫌そうに眉をひそめた。頭取、違うんです。私は頭取を呼んだわけではありません。この者の学歴が採用するに値しないと面接で伝えていたところ、逆上してなぜか頭取に電話を。待て、どうしてお前が頭取の連絡先を。
虻川は、ここでようやく何かがおかしいと気がついたようだった。虻川さん、非常に言いにくいのですが、こちらが虻川さんがぜひ見てみたいとおっしゃっていた、私のような底辺を採用するバカの安田頭取です。にこやかに笑って紹介すると、虻川は情けなく口を開いたまま、俺の顔を凝視する。どういうことだ？どういうことも何も、私はただこちらの面接に受けに来ただけの一般人です。ただ、頭取とは昔からの知り合いで、今回のお話も頭取からいただいたものなのです。嘘だろ？俺の言葉にこくりとうなずいた頭取は、嘘じゃない。大輝は昔から私が気にかけていた子でね。今回、高校を卒業したと聞いて、ぜひうちで働いてほしいと思って、スカウトしたのだよ。頭取自らですか。それなら面接などせずに、採用なさればよかったのでは？なぜ私に面接を？それは虻川、お前を監視するためだ。え？わけがわからないという表情の虻川を、安田は鋭い視線で見下ろした。先月の頭くらいに、以前うちで面接を受けたというものから、クレームまがいの連絡があったのだよ。クレーム？面接担当の虻川と名乗った男の態度があまりにもひどかったというものだ。え？もともとそんな連絡は何度かあったんだ。お前だけじゃない。人の相性というのもあるし、感じ方も様々だ。しかしここ数ヶ月、やけに似たような連絡が増えた。そして皆一様に、虻川の態度がひどい、と言うんだ。履歴書を見て嘲笑った。容姿を馬鹿にされた。その内容は様々だったよ。だけどそれは全部、虻川。お前に関することだった。誤解です。私はそんなことは。じゃあ、さっき大輝が言っていたことは何だね？それは、この者が出任せを言ったのです。私をはめようとしているのです。そうか。はい。私は決してそんなことは申しておりませんし、これまでの面接でも先ほど伺ったようなことは申しておりません。安田が一度うなずいたことでごまかせると思ったのか、虻川はあれこれと言葉を並べる。そんな虻川は、安田の目が一切笑っていないことに全く気がついていなかった。虻川、はい。君の言うことが本当に事実なのであれば、今までのことも含めてきっちり調査せねばならんな。え？まずは大輝が言ったという出任せについてしっかり確認することにしよう。記録はできたか？はい、こちらです。ありがとう。え、それは？安田が声をかけたのはずっと黙っていた記録係の女性だった。女性は安田の声にうなずき、ポケットから出したものを安田に渡す。ここに先ほどの面接の様子がすべて録音されている。これを今から確認して、どちらの言い分が正しいのか確かめなければいけないな。ボイスレコーダーを揺らす安田に、虻川はだらだらと冷や汗をかき、そのままその場に座り込んだ。ごまかせることではないと悟ったのだろう。虻川はその苛立ちを女性にぶつけるように、おいお前、俺を騙したのか？と怒鳴り散らした。しかし安田が、
それは私が預けたものだ。アブカバの評判を取り戻す証拠になればと思って録音するつもりだったんだが、騙したとはどういうことかね？君にはやましいことなどないのだろう？それならば、むしろこれの存在はありがたいものじゃないか？う。ついにアブカバは何も言えなくなり、力なく首を垂れた。アブカバ、お前が今するべきことは言い訳することでも、誰かに怒りをぶつけることでも、そうやって黙り込むことでもないはずだ。安田の言葉に、アブカワはゆっくりと立ち上がり、安田に向かって、大変申し訳ありませんでした、と頭を下げた。しかし、謝る相手が違う。声を荒げた安田に、恐れおののき、反射的に俺に向きを変える。聞こえるか聞こえないかの声で、申し訳ございませんでした。俺に謝罪をした。お前はしばらく自宅で待機していなさい。処分は追って報告する。うなだれる虻川を横目に、俺は安田と共に部屋を出た。それにしても久しぶりだな。そうですね。俺は安田に連れられて応接室に通されていた。秘書の方が入れてくれたお茶を飲んでいると、安田が神妙な面持ちで俺に頭を下げてきた。いくら監査のためとはいえ、お前には嫌な思いをさせてしまった。本当に申し訳なかった。この通りだ。やめてください。確かにさっきの虻川さんはひどい言い草でした。ムカついて俺も言い返してしまって。すみませんでした。いいんだ。お前は耐えた方だよ。誰でも理由なく馬鹿にされたら怒るのも無理はない。お前は特に頭の回転が早いから冷静でいられたのだろう。さすが、天才と呼ばれただけあるな。やめてください。そんなの昔の話です。アメリカにいた時から、俺は人より勉強ができた。日本に帰るという話が家で出始めた頃には、すでに俺は飛び級しており、大学の範囲を勉強していた。しかし、日本では飛び級制度はない。普通の中学校に編入するしかなかった俺は、皆と同じレベルで同じ勉強をすることが求められた。アメリカにいた頃に、とっくに終えた範囲を、今度は慣れない日本語で勉強しなければいけなかったのだ。もしお前が日本に戻らずアメリカに続けていたら、一体どこまで行ってたんだろうって今でも思うよ。そうですね。俺もそう思います。仮にそうだとしたら、俺は今頃アメリカの有名大学で学んでいたのだろうか。もしかしたら何か研究をしていたかもしれないし、もうとっくに大学も終えて仕事をしていたかもしれない。起業していた可能性だってある。可能性は無限大だったかと思うと、惜しい気持ちもあるけれど、でも、俺は今の人生にも十分に満足している。まあそんなお前の可能性をこの目で見たくて、ぜひうちに来てほしいと言ったんだけどね。安田の言う通り、今回の面接は安田がすべての機会をくれた。買いかぶりすぎですよ。そんなことはないから安心しろ。だけど、虻川は想像以上だったな。お前も疲れただろう。少し休んでいくといい。ありがとうございます。形だけの面接だと聞いていたから、虻川の情報を知って、
協力してくれと言われた時は驚いた。結果的に俺も大人げないことを言ってしまったけれど、なんとか丸く収まったようで安心だ。そもそもどうして一般人の俺と大手銀行の頭取である安田が知り合いなのか、そう聞かれたら俺はこう答える。俺の恩人だから。俺が中学3年の夏に初めて安田と出会った。学校に馴染めず、勉強は簡単なものばかりで面白くなく、日本語は難しくてわからないことも多く、何もかもがうまくいかなくて、思春期で反抗期も重なってしまい、俺は夜な夜な繁華街をさまようようになっていた。ある日、いつものように真夜中にネオン街を歩いていたとき、声をかけてきたのが安田だった。お前、厨房だろ？こんな時間に何してるんだ？だよ、おっさん、うるせえな。関係ねえだろ。おっさんとは失礼だな。どっからどう見てもおっさんだろうが、それともじじいか？はは、まだそう呼ばれるには早いわ。嫌味で言ったのに、安田は嬉しそうに笑い始めて引いてしまったのを覚えている。それからしばらく、俺が繁華街に行くと、安田が必ず現れるようになった。安田は、俺に、こんな時間に何してる？と聞いては来るけれど、絶対にとっとと家に帰れ、とは言わなかった。多分安田は、俺以外の似たような子供にも、同じように声をかけていて、皆がそれぞれ様々な気持ちを抱えていることを知っていたから、あえて帰れとは言わなかったのだと思う。俺も最初はうざくて仕方なくて適当にあしらっていたけれど、次第に俺は何でも聞いて俺のことを肯定してくれる安田に心を開くようになっていた。アメリカ育ち。そりゃあ日本の教育じゃ物足りないだろうな。おっさんにわかんの？もちろん、俺だってバカじゃねえからな。お前は頭の回転が早いし地頭もいい。アメリカの自分と今の自分、ギャップがでかくてしんどかっただろう。安田は、俺が夜中に出歩いていることに対して叱ってはきたけれど、俺の人格や生き方、行き場のない気持ちを否定することは決してなかった。学校に行きたくない気持ちはわかる。わかるけど、せめて高校は卒業するべきだ。高校？ああ。日本も他国に比べれば可愛いもんだが、将来就職するとなったら必ず嫌というほど学歴がつきまとう。その時せめて高卒くらいの学歴がないと、苦労するだろう。お前は世界に羽ばたいていける人間だ。日本の中学だなんて狭い世界に失望してないで、もっと広い世界を見るんだ。たくさんの人と出会って関わりを持つといい。そうしたらいつかあの時ちゃんと学校に通っていてよかったと思うかもしれない。定時制なんてどうだ？そこならお前を得意な目で見てくる者はいないはずだ。そう言ってあの時高校を紹介してくれた安田には、今も本当に感謝している。面接騒動から1ヶ月後。ごたごたはあったものの、俺は予定通りこの銀行で働くことになった。研修は大変だけれど、周りの先輩方もいい人ばかりで、助けられながら頑張っている。そんな中、研修も終わりに向かっていたある日、俺はとあるデータを目にして首をかしげた。これは、何か見たことのない数字の羅列があった。不審に思った俺は先輩に相談。先輩もやはり見たことがないという。先輩はすぐに上司に相談してくれて、俺も安田に相談した。
すぐに詳しく調べてくれて、それが不正な出金の記録だと分かった。つまり、横領の記録だった。犯人は思いのほか、簡単に捕まった。虻川だった。虻川は、あの面接騒動以降、人事部の役職から一般職に降格処分になっていた。始末書を書かされ、今まで顎で使っていた年下の行員に逆に頭を下げる生活に変わったことが耐えられなかったのかもしれない。そこで気持ちを入れ替えて真面目に働けばよかったものを、非常にも虻川は高齢者をターゲットに言葉巧みに騙して通帳と印鑑を預かり、預金を奪い取っていた。その他にも保険の集金だと嘘をついて、金を騙し取ったり、下請けと共謀して、経費を水増しして、横領を企てたりなど、姑息で卑劣な犯罪を繰り返していたのだ。安田の指示で調べてみると、あれよあれよと出てくる余罪。被害額は相当なもので、そのまま虻川は安田の友人の隅田という警官に逮捕された。被害者が多数いたことからニュースでも取り上げられ、それが原因で銀行の信用もガタ落ち。安田がテレビの向こうで謝罪しているのを見ているのは辛かったけれど、安田はお前のおかげで傷が浅いうちに解決できた。本当にありがとう、と言ってくれた。さらに周りからもよく気づいたなと言われ、ありがたいことに、さらに重用されるようになった。虻川のことがようやく解決した日、俺は安田と隅田と共に居酒屋にいた。俺が20歳になったお祝いと、遅くなったけれど無事に仕事を始めたことに対してのお祝いだと言ってくれた。隅田とも古い知り合いで、3人でああでもないこうでもないと言いながらジョッキで乾杯した。とはいえ、俺にとってはこれが初めての飲み会で、何が飲めるかも正直よくわからない。ビールは苦くて、すぐに安田にあげてしまった。そのまま促されるままに、いろいろなお酒に挑戦し、二人におすすめされた中でも、甘さ控えめのカクテルを見つけ、ちびちびと飲んでいると、なんだか気分も楽しくなってきた。もっと飲みたいと思ったものの、隅田に止められてしまう。もう少し飲みたかった。そう思っていた俺の顔を見て、安田が急に涙ぐんだ。まさかあの時の厨房と酒が飲める日が来るなんてなぁ。急にどうしたんですか？酔ったんですか？まだ酔っとらんわい。俺をじじい扱いするな。はは、そうは言うけど、もう70超えてるんでしょ？十分じじいだよ、安田さん。うっさい。だいたいお前は初対面から人のことをおっさん呼ばわりしやがって。だって、あの頃からもうすでにおっさんだったでしょ？おっさんはおっさんでも、あの頃はまだイケオジってやつだったわい。はははは。自称池おじの安田は、悪酔いしたのか、そのまま眠ってしまった。出会った頃の夢でも見ているのか、寝言で恨めしそうに俺の名前を呼ぶ安田に笑っていると、隅田がそっと語り出した。安田は過去に俺以上に荒れていた時期があり、その際に、年下の後輩を不慮の事故で亡くしていたらしい。その事故があった後からだよ。安田さん、もうあんな悲しいことが起こらないように、俺が子供たちを守るんだって言って夜回りするようになったんだ。そうだったんですか。若い子が飛行に走らないようにって、街で見かけた子供にはとりあえず声かけて、逃げられたり、時には親父狩りみたいに殴られてたこともあったな。あの町はそんな野蛮な奴ばっかりだった。だからお前みたいに口答えはするけど手は出さない奴は
逆に珍しくてね。安田さんもお前のことは特別目にかけてたもんな。今度はお前が恩返ししてやれよ。言われなくてもそうするつもりですよ。隅田にそう返事をしつつ、俺は頭の中で数回うなずく。そうか。俺はまんまとその夜回りで見つかり、飛行に走らないように見守られていたのか。あの頃はすべてが敵に見えていたから、全く気がつかなかった。悔しいけれど、安田のおかげで今の俺がいる。ありがとう。安田さん。俺、もっと頑張るよ。安田にお礼を告げると、眠っているはずなのに、微笑んだような気がして。あなたにもらった恩を、今度は俺が返していくから。だから長生きしてくれよ、安田さん。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あなたのような田舎の診療医と話したい人なんていないでしょ？娘もそう言っておりましたわ。大切な弟の結婚式の披露宴でのこと、広いテーブルに用意されていた席は私一人分だけ。困り果てていた私に、新婦の両親が馬鹿にしたように見下した。しかし彼らは知らない。私がただの診療医ではないことを。知っていたら彼らはとてもそんな振る舞いなどしなかっただろう。私は吉川七瀬。田舎にある小さな村の診療所で医師として働いている。この村には数年間医師がおらず、無医村と呼ばれていた。そのため村の人々はわざわざ隣の島でバスに乗り、1時間かけないと病院に行くことすらできなかった。具合の悪い時にバスでの1時間の移動はとても苦痛だ。それならば家で寝ていたい。そう思って受診を控えていたお年寄りもいたようで、私が赴任した時は、それはもう救世主のような扱いを受けた。3年経った今では、暮らしにも慣れて、村の一員として認められたような気がしている。七瀬ちゃん、今日は休診日だったね。買い物かい？はい、お腹すいたから何か食べようと思ったら、冷蔵庫に何もなくて、何かおすすめあります？そうか、それなら今できたてのコロッケ食べていきな。ほら、暑いから気をつけてな。ありがとう。80円。今出すからちょっと待ってくださいね。何？いいよ、それくらいサービスするよ。え？それは悪いですよ。気にすんなよ。七瀬ちゃんはいっつも俺たちのために頑張って診療してくれてるんだから、それくらいサービスさせてくれ。七瀬ちゃんはこの村の救世主なんだからな。ちょっと、それ恥ずかしいからやめてくださいよ。でも、じゃあありがたくいただきますね。おう、他にも欲しいものあったらサービスするからいいなよ。商店街とは名ばかりの村で一番栄えている駅前。そこにあるお肉屋さんのおじさんからコロッケを一つサービスしてもらい、私はその美味しさを噛みしめながら買い物する。お肉をいくつか買って、隣にある八百屋さんに行くと、そこでも取れたてのトマトを多めに入れてくれた。七瀬ちゃんのためならいくらでもサービスしちゃ。今日のトマトはとっても甘くて美味しいから、サラダにすると絶品よ。うわぁ、ありがとうございます。食べるの楽しみ。七瀬ちゃん、こっちもおいで。今朝揚がった魚を煮つけたんだよ。持っていきな。いいんですか？ありがとうございます。魚屋さんも、その後に寄った雑貨屋さんも、みんながサービスしてくれて優しくしてくれて、こんな温かな人たちがたくさんだから、私も仕事を頑張れるんだ。診療所に診察に来てくれた人は、なぜか皆私にお土産のように畑で採れたものをくれたり、飲み物を持ってきてくれたりする。
私のことを子供だと思っているのか、可愛がってくれるのはありがたいけれど、少し恥ずかしいような気もしていた。そんなある日、いつものように仕事の準備を進めていた時にスマホが鳴った。見てみると、弟の和也からの連絡のようだ。え、結婚？その内容は、和也の結婚が決まったというものだった。待って、嘘、すごい。え、どうしよう、おめでたい。お祝い用意しなきゃ。今にも飛び上がってしまいそうなくらい嬉しい。私は大興奮でおめでとうの気持ちを打って返信した。弟の和也は私とは一回り年が離れており、ようやく研修医を終えて医師として独り立ちしたばかりだ。しかし学生時代から優秀であり、周りからも一目置かれているとかいないとか。昔から背が高く、身内の欲目かもしれないけれど、とてもかっこいいと思う。きっと大学でも、今の職場でも相当モテているはず。姉としては自慢の弟であり、大切な大切な存在だ。思い返せば、私がまだ医大に通う学生だった頃に、両親は交通事故で亡くなってしまった。その時、和也はまだ小学生だった。身の回りのことは一人でできる年だったけれど、両親が亡くなったショックも大きく、まだまだ大人の目が必要だった。両親の保険金が下りたことで、金銭的に苦労することはなかった。だけど、医学部は想像以上に忙しく、和也と一緒にいられる時間は限られたもの。両親がいなくなり、一番寂しい時に一人にしてしまうのが辛かったけれど、せっかく入った医学部、両親が心から応援してくれた医者になるという夢、絶対に叶えたくて、がむしゃらに頑張った。研修医時代を乗り越えて、正式に医者として大学病院に就職できた時は心底安心した。ちょうどその頃、和也も医者を志していることを知った。姉ちゃんみたいなかっこいい医者になりたい。そう言ってもらえた時、嬉しさのあまり、和也が寝た後に、一人静かに泣いたことを覚えている。しかし和也も医学部に通うとなると、さすがに両親が残してくれたお金だけでは足りなかった。私が学士ローンを組むことでどうにか賄い、和也も無事に医学部に進むことができた。自分が医者になった時よりも、和也が医者になれた時の方が何倍も嬉しかったし、誇らしかった。そんな怒涛の日々だったからか、気がつけば私ももう30代半ば。多分、疲れていたんだと思う。不意に、人の少ないところに行きたいと思った。和也が私と同じ大学病院に就職が決まったと同時に、私は田舎へと引っ越すことに決めたのだった。そんな経緯でこの田舎の村にやってきたわけだが、あんなに小さかった和也が、結婚か。嬉しいという言葉では言い表せないくらい嬉しい。どうやら和也の相手は同じ病院に勤めている若い看護師らしい。研修医時代から付き合い始めていたそうだ。つまり私がまだ向こうで働いていた時から付き合っていたということだ。教えてくれればよかったのに。そう思うけれど、姉に恋愛事情を言う弟なんて滅多にいないだろうから仕方ないかとも思う。ツーショット写真を送ってもらうと、相手の女性は小柄でとても可愛らしく、長身の和也と並ぶと身長差がある。しかしそれがまた良い。寄り添っている姿がとてもお似合いの二人だと思った。和也からの連絡を受けてしばらくして、両家の顔合わせの機会が設けられることになった。と言っても、私たちの両親はすでに他界している。そのため、親代わりとして私が出席することになった。場所は、都内にある中庭の美しさが有名な老舗の料亭。お相手の彼女は振袖を着ていて、笑顔が印象的なとても素敵な人。彼女のお母様も美しい訪問着を着ており、上品さがにじみ出ている。私はワンピースにジャケットスタイルで来てしまったけれど、私も和装で来るべきだったかな。
服装についての指定はなかったはずなのに、なぜだか女性二人からの視線を感じて若干居心地が悪い。やっぱり変？もっとフォーマルにすべきだった？今から着替えるべき？いや無理だよ。頭の中はすでにパニックだったけれど、今さらどうしようもない。そのまま食事会はスタートすることになった。食事は和やかに進んでいた。和也のお相手の名前は大橋美希さん。二人の馴れ初めや仕事の話を得て、次第に話題は私のことに。失礼ですが、お姉様のご職業は？私も弟と同じ医者をしております。現在は N 県の山にある村で、診療所の医師として勤務しております。診療所？ミキさんのお父様が眉を潜めたことには気づいていたけれど、私はそれに気づかないふりをして話を続ける。ええ、一人で切り盛りするのは大変ですが、自然豊かな環境が気に入っているんです。村の人たちも温かくていいところなんですよ。へえ、そうですか。お父様は興味がなくなったのか、呆れているのか、その先に続く言葉はなく、代わりにお母様が、そういえば、お姉様はご結婚は？と、若干失礼なことを突っ込んでくる。結婚はしておりませんし、今後も予定はありません。というのも、今まで必死に生きてきて、結婚なんてとても考えられるような状況ではなかったもので、もう和也も自立しましたので、私は田舎でのんびり暮らしていこうと思っています。思っていることを言ったまでなのだが、なぜだかお母様はそれも納得できないような様子。それ以来、私の話題が上ることはなかった。相手のご両親の自慢話が続き、お開きに。花嫁になる予定のミキさんが何も言わずに、ニコニコしているだけだったのが、とても不気味に見えてしまった。気になることはたくさんあったけれど、和也が選んだ人なのだから間違いないだろう。そう自分に言い聞かせているうちにやってきた結婚式当日。私は母親の留め袖を仕立て直し、両親の遺影を手にして会場に入った。控え室に向かうと、袴を着た和也の姿があり、凛々しい姿に涙が出そうだ。あんなに小さかったのに、こんなにも大きくなって。姉ちゃん、まだ式始まってないから泣くなよ。だって、あんなに小さくて泣き虫だったカシヤが、こんなに立派になったかと思うと感極まって。姉ちゃん。ごめん、泣くのはまだ早いよね。うん、大丈夫。カシヤ、幸せになりなよ。カズヤの背中をそっと叩くと、うん、姉ちゃん、今までありがとう。そう、泣きそうな顔で笑ったのだった。結婚式は神前式で行われる。そのためカズヤは、紋付き羽織袴で、神父であるミキさんは白打ち掛けだ。綿帽子をかぶり、うつむく彼女はとても美しい。周りからも感嘆の声が聞こえるほどだ。指輪の交換をしている二人を見つめながら、私は和也が小学生の頃から今までのことを思い返していた。幼かった和也がこうして立派になったことに涙がこみ上げた。ハンカチで慌てて目を押さえるけれど、流れてくる涙は止まることを知らない。結局、私は終始泣きっぱなしだった。素晴らしく感動的な式が終わり、披露宴会場に入る。案内に従って進んだところで、私は目を丸くして立ち止まった。そこにあったのは、大きな丸机に一人だけの名札。通常であれば6人ほどが座る座席なのだが、そこには私の席しかなかったのだ。確かに新郎である和也には両親がおらず、親戚付き合いもほとんどないから、新郎新婦で招待客の人数に差があるのは明白だったし、親族席に空白ができるのは分かっていた。だからこそ、何かしらの配慮はあるものだと思っていたのに。確かに結婚式は花嫁のものだ。だけど、
これではあまりにもやりすぎなのではないだろうか。和也はこの結婚で本当に幸せになることができるのだろうか。私は顔合わせの時のこともあり、だんだんと怒りがこみ上げてきていた。そんな中、私のもとに新婦の両親がやってきた。七瀬さん。大橋さん、これは一体どういうことでしょう。どういうことと言われましても、和也君にはあなた以外ご家族がいらっしゃらないのだから仕方ないじゃないですか。お父様が半笑いで私とテーブルを見比べる。お母様も鼻で笑いながら、そんな歳で独身だなんて、人として欠陥があるに決まってます。そんな方とうちの親族を一緒にするなんて、あまりにも失礼じゃないかしら。と、馬鹿にしてくる。失礼なのはどちらだ。意味がわからずに言葉を失っていると、あなたのような田舎の診療医と話したい人なんていないでしょう。娘もそう言っておりましたわ。完全に私を見下した態度に、怒りでどうにかなってしまいそうだった。二人はその後も言いたいことだけ言って去っていった。何様のつもりだ。仮にも新郎の親族にこんな仕打ちをするなんてどういうつもりだ。失礼にも程がある。そう怒鳴りつけたかった。だけど、大切な和也の一生に一度の結婚式、ぶち壊すわけにはいかない。そう思ったら、私が我慢するしかなかった。何度も深呼吸をして怒りを鎮めた。テーブルが広いから何も気にせず両親の写真を置けてむしろラッキーだったかもしれない。そんなことを思っているうちに披露宴がスタート。和也の席からも見えるだろうか。もし二人がまだ生きていたらこんな屈辱的な思いはせずに済んだのかな。二人に思いを馳せるけれど答えなど見つからない。新婦側の親族はなぜ私が一人で座っているのかとちらちら見てくるけれど、声をかけてくる人は一人もいなかったし、私も開き直ってこの空間を楽しんでいた。歓談の時間になり、相手の親族にお酌をするのは気が引けるけれど、和也の友人たちには来てくれたお礼をしたくて、お酌をしたいと立ち上がった。すると、一人の男性が私の前に現れた。和也くんのお姉さんですよね。本日はおめでとうございます。瓶ビールを手ににこやかにお酌してくれるその人に、私は見覚えがあった。ありがとうございます。あなたは、細川先生ではないですか。ご無沙汰しております。その男性は、大物政治家の細川太郎先生だった。ああ、覚えていてくださいましたか。こちらこそ。大変ご無沙汰しております。細川先生との再会を懐かしんでいると、それを見た美希さんのご両親が慌てた様子でこちらに駆け寄ってきた。細川先生、どうなさいましたか？こんな田舎の診療医に何か？私は思わずむっと顔に出てしまう。そもそも私は独身だとか、田舎の診療医だとか、そんなことの前に、新郎である和也のたった一人の姉である。せっかくお祝いのお酌をしてくださっているのに、それにお礼を言うことすらも許されないのだろうか。肉親がいなければ祝っていただく価値もないのだろうか。イライラが募ってきた頃、細川先生が二人に対して、彼女は私の命の恩人なんですよ。と伝えてくれた。かれこれ10年ぶりくらいでしょうか。今私がこうして生きているのはあなたのおかげです。本当にありがとう。と、ビールを注ぎながら頭を下げてくれた。私は恐縮してしまい頭を下げ返す。そんな、私は私の仕事をしたまでです。本当に、あなたがあの時大学病院に勤務していてくれて本当によかった。あなたでなければ私の手術は行えなかったと聞いています。本当にありがとう。何度お礼を言っても足りないくらいだ。確か今は N 県の僻地医療に携わっているとお聞きしました。全く違う分野で大変なことも多いでしょう。大変なお仕事だ。本当に尊敬します。
細川先生は私をベタ褒めしてくれて、気恥ずかしいけれど嬉しくてたまらない。私が大学病院にいた頃、細川先生の手術を担当したことがあった。こんな素敵な場で私を見つけて声をかけてくれて、元気な姿を見せてくださるだなんて。こういう時に医者をしていてよかったと思う。細川先生の言葉に感慨深い気持ちになっていると、何を思ったのか美希さんのご両親は手のひらを返したように。ええ、その通りです。そんな彼女と縁続きになることができて本当によかったです。と、不自然に私を持ち上げようとする。私が眉をひそめると、お父様の顔が引きつったような気がした。そんな二人に対し、細川先生が、しかし、先ほどから気になっていたのですが、どうしてこの席はあなたお一人なのです?さぞお寂しいでしょう。どうしてこんなことになっているのです?と聞くと、それは、彼女がどうしてもうちの親族とは関わりたくないと言っておりまして。今度は私のせいにしてこようとした。突然被害者ぶってハンカチを目に当てるお母様に、うなずくお父様。私は怒りを通り越して、呆れ果ててしまった。そんな時に、新郎新婦が現れた。どうして姉が一人席なのですか?かずやくん。自分たちで決めた席次と違うみたいなんだけど。ミキ、どうして?かずやは私の席を見て、ミキさんを見つめた。そんなミキさんは私を見た後、ご両親を睨みつけた。お父さん、お母さん、勝手に変更したわね。いや、だって。私たちの席と同じにするわけにもいかないじゃない?そもそも七瀬さんの席は、お母さんたちとは別の席にしてたわよ。でも、それじゃあ一緒に座る方たちに迷惑が。いい加減にして、そんなのただの嫌がらせじゃない。人として最低よ。自分たちが何をしたか分かってるの?二人の見苦しい言い訳に、ミキさんは怒鳴りつけた。ミキ?落ち着いて。あのね、独身の姉がいるだなんて、将来あなたたちが迷惑をかけられると思ったの。だから。さっきから迷惑って、お父さんとお母さんの方がよっぽど迷惑なのが分からないの?ミキ。恥ずかしい。こんな両親で、心底恥ずかしい。ミキさんは目に涙をためながらそう短歌を切ると、私に向き直って、七瀬さん、本当に申し訳ございませんでした。と、謝罪の言葉を口にした。え?七瀬さんはとても優秀なお医者様だということはよく知っています。一緒に働いたことはございませんが、大学病院では3年経った今でも語り継がれているほど有名な話です。和也さんと出会ったのも、私が七瀬さんがどんな人物なのか知りたいあまりに声をかけたのがきっかけだったんです。私は医学部には進めなかったけれど、憧れの七瀬さんに少しでも近づきたくて、和也さんが弟さんだって知って無我夢中でした。姉ちゃん。ミキのこと誤解してるかもしれないけど、ミキは本当に姉ちゃんの大ファンで尊敬してるんだって。俺もまさか姉ちゃんのこと聞かれると思ってなかったからびっくりしたんだよな。外見とか医者の肩書きだとか、そういうのに興味示されなかったの初めてだったから。それで七瀬さんのことを聞いているうちに仲良くなっていったんです。そうだったんだ。私は、カズヤの言う通り、ミキさんのことをだいぶ勘違いしていたようだ。ご両親と同じように私のことを馬鹿にしているのだと思っていた。だけど、実際にはそうではなかったようだ。私の大ファン?そんな馬鹿な。頭が追いつかなくて半信半疑だったけど、ミキさんの目を見ていれば、それが嘘じゃないことはわかる。カズヤに視線を向けると、困ったように一つうなずいた。両親のことは今まで育ててくれた恩もあるし、大事に思いたい気持ちはあります。だけど、正直こんな人たちなので、
反面教師だと思って生きてきました。ミキさんはそう言うとご両親の方を見て、絶対にあんたたちみたいになりたくないって思ってた。それだけを糧に生きてきた。あんたたちを親だと紹介するのも恥ずかしい。と吐き捨てた。ミキ、待って、違うの。そんなこと言わないで。そうだぞ、ミキ。話を聞いてくれ。違う？何が？今さら話を聞かなくたって、二人の考えてることなんて全部わかってるよ。よく知りもしない人に職業や気候見込んで、ずかずか土足で踏み込んで、挙句にそんなことで人を判断して見下して、こんな嫌がらせまでして、マウント取ったつもり？人として最低じゃない。ほんと、軽蔑する。よほど鬱憤が溜まっていたのだろうか。彼女は一気に走幕し立てると肩で息をしていた。しかし、娘にそう怒鳴られて腹が立ったらしいお父様。彼は鼻息荒くミキさんにつかみかかろうとする。しかし、今まで静観していた細川先生がそれを止めた。何を？話してください。やめなさい。ここはお祝いの場ですよ。暴れる彼を身を挺して押さえつける細川先生。そこに和也も加わり、とうとうお父様は床に膝をついた。大橋さん、今回のことはお嬢さんの言い分がすべて正しいと思います。あなたたちは間違ってる。お嬢さんの言葉の意味をよく噛みしめなさい。細川先生の言葉にお父様は力なく座り込んだ。しかしそんな時に細川先生が急に胸を押さえた。細川先生、細川先生、どうされました？胸が痛むんですか？苦しみ出した細川先生に和也が気がつき、触診する。当たり前だが、ここには聴診器も何もない。触診ではほとんど何もわからない。私たちのやりとりを見ていた周りの参列者も、医療関係者ばかりのためすぐに人が集まってくる。救急車手配しました。10分ほどで到着します。誰かがそう叫ぶ。皆で状況を確認している間に救急車も到着。救急隊員に事情を説明してすぐに搬送されることに。和也も乗り込もうとしたため、私は思い切り和也の腕を引いて救急車から離す。和也、あんたは今日の主役よ。病院には私が付き添うから心配しないで。私のせいで式を台無しにしちゃってごめんね。姉ちゃん、ミキさんにも謝っておいてくれる？誤解しててごめんなさいって。わかった。うなずいた和也を見たと同時に、救急車の扉が閉まった。搬送先は和也が働くあの大学病院だ。そこは以前私が働いていた場所であり、今の診療所の系列だ。10年前に私が担当した手術、それは難しい心臓の症例だった。非常に繊細な技術が必要であり、他の持病もあったことから迅速に進めなければいけなかった。そのため皆が尻込みしている中、私は挙手して嫉妬。成功させる自信があった。その自信通りに手術は無事に成功。完治とはならなかったものの、定期検診を受けて生活に気を配れば命に関わることはなくなっていたはずだった。それが今回、お父様を抑えようとして力が入ってしまい、心臓に余計な負荷がかかってしまったのだろうと思われた。その見立て通り、細川先生の血管は10年前よりも細く脆くなっており、さらに繊細な技術が求められるのは明白。誰かに任せることは簡単だ。だけど、10年前のことを一番知っているのは私だ。私が治療するのが一番いい。細川先生のカルテはまだしっかりと頭の中に残っている。私は大きく息を吸い、覚悟を決めるのだった。久しぶりのオペ室に入ると、身が引き締まるような思いがした。深呼吸を繰り返し、集中する。本来この手術はかなりの時間を要するもの。しかし、終わってみれば予定よりもだいぶ短い時間で終わっていた。それは、周りの医師たちが感嘆の声を上げるほどだった。
それからすぐに細川先生は意識を取り戻した。無事に手術が成功したこと、その執刀医が私だということを知ると。やはりあなたには感謝してもしきれない。本当にありがとう。ありがとう。気にしないでください。私は自分の仕事を全うしただけです。涙を流す細川先生に、私はそっと笑いかけた。それから一ヶ月後、私は車と新幹線を乗り継ぎ、村から病院へと通っていた。最初は細川先生の容態が落ち着くまで見たいと思っていただけなのだが、気がつけば私に見てもらいたいという患者さんが数人現れ始めた。しかし、私はあくまでも診療所勤務の医者だ。私が大学病院で仕事をするようになったら、一体誰が村の診療所に行くの？代わりなんていない。ようやくあの村での医療が軌道に乗ってきたんだ。やめるわけにはいかない。だけど、車の運転中、ふっと意識を失いそうになって路肩に止めたとき、もう限界かもしれないと感じた。疲れが取れない。人のためにと思ってこの仕事をしているけれど、これじゃあ私が病気になってしまいそうだ。だからって、村の医療を諦めるわけにもいかないし、わざわざ私を頼って大学病院に足を運んでくれる患者さんの思いも汲みたい。一体どうすればいいのだろう。そう思っていたとき、和也から話があると言われた。細川先生の診察を終えた後に喫茶店で向かい合うと、ミキさんもやってきて和也の隣に座った。どうしたの？改まって話だなんて。俺、姉ちゃんの代わりに診療所に行きたいと思ってるんだ。え？私も一緒に行きたいと思っています。ミキさん。まさかそんなことを言われるとは思っておらず、驚いて固まってしまう。俺は姉ちゃんを見て医者を目指した。それに嘘はない。だけど、本当は父さんみたいな医者になりたいって思ったのが最初だったんだ。カズヤ。あの診療所で働く父さんの姿は、正直あんまりはっきりとは覚えてない。だけど、かっこいいと思ったのを覚えてる。実は、私が働くあの診療所は、もともと私たちの父親が医師として働いていた場所なのだ。両親はもともと村の出身ではなかったけれど、派遣事業で着任した医師として働いていた。それ以来亡くなるまでずっと村の人たちの健康を支え続けてきた。私も和也もあの村出身。村の人たちに慕われていた父親をずっと見つめて育ってきたのだ。私は大学進学とともに村を出て、和也は両親の事故の後に村を出た。8歳だった。村を出た後、姉ちゃんに育てられて、漠然と憧れだった医者っていう職業が目指すものに変わった。今はこの仕事に誇りを持ってる。だけど、それと同時にこのままでいいのかって思いもあったんだ。どういうこと？姉ちゃんの手術の映像、見たよ。あれを見て、びっくりした。スピードも技術も、何年かかっても俺は追いつけないだろうなと思った。それくらいすごかったんだ。姉ちゃんはここにいるべきだと思った。この病院でもっとたくさんの人の命を救っていく人なんだなと思った。だから姉ちゃん、この病院に残ってくれないか。その代わりに俺があの村に行きたいんだ。俺が村の人たちの健康を守りたい。姉ちゃんの大切な思い出の場所を、父さんと母さんの大切な場所を、今度は俺が守りたいんだ。和也の言葉が胸に染みた。それと、これは別件ではあるんだけど、ミキもあの両親から離れたいって言ってて、それもいい機会になるかなって。頼むよ、姉ちゃん。付け加えられた理由に笑ってしまう。義妹の両親を悪く言いたくはないけれど、確かにその気持ちはわかる。そっか、そこまで言われちゃったら仕方ないよね。姉ちゃん。わかった。私、この病院に残ることにするよ。和也の頼みに、私はうなずいたのだった。
話がまとまってから、弟夫婦はすぐに村に引っ越した。私が村に戻った時もお祭りのように騒がれてしまったけれど、私以上に小さかったあのカズヤくんが、こんなに立派になって、なんて、村の人たちの盛大な歓迎を受けているらしい。ミキさんも、かわいい奥さんも一緒なの？こんな田舎に？と驚かれつつも、すぐに人気者になっているようだ。ミキさんは両親とはほぼ絶縁に近く、都会の利便性や友人たちともなかなか会えなくなってしまったけれど、なんだか楽しそうで幸せそうに見えた。ミキさんのご両親は結婚式での振る舞いで親戚中から白い目で見られているらしい。噂が噂を呼び、今ではご近所からもひそひそと言われるようになってしまい、引きこもっているんだとか。カズヤたちは、もうあの人たちに会いに行くことはないと思うと言っており、私もうなずいておいた。私はといえば、大学病院に戻り、心臓外科で働いている。田舎ののんびりした暮らしで腕が怠けているからか、難しい症例の数々に頭を悩ませることも多い。毎日忙しく、田舎の生活が恋しく思うこともあるけれど、元気に退院していく患者さんを見るたびに、胸がいっぱいになり、疲れなどどこかへ飛んでいく。それに、カズヤが村の人たちと撮った写真をたくさん送ってくれるから、寂しくもない。私はここで、多くの人の命を救うんだ。そして数ヶ月が経った頃、来月のカレンダーには大きな丸印が付けられた。それは両親の命日だ。今年はカズヤとミキさんの三人で向かうことになっている。ミキさんは初めてだから今から緊張しているようだ。ミキが毎日そわそわしてる。カズヤから来たメッセージに笑ってしまう。両親に報告したいことがたくさんある。カズヤが結婚したこと。ミキさんっていう可愛いお嫁さんが来てくれたこと。私は結局大学病院に戻ってきたこと。今日も元気に医者をやっていること。結婚式でのごたごたは、まあいいか。全部話してたら、例年よりも時間がかかりそうだ。そう思って、笑いながらカレンダーを閉じるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。